皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。今朝会社来たらさ、はい、あのうちの手島がさ、おすごい苦虫を噛みつぶしたような顔でさ、うん、みんなあれなんでしょうね、書くことがないんでしょうね、もうメールがほとんど七草がゆなんですよ。多分お正月とか何にもしてないじゃないですか。でネタもないから全員七草がゆなんですよ。つっていいじゃん、季節のお便りなんだからとかって思いながら、ね、ラジオって本来そうあるべきですよね。いやそうなんですよ、一番この番組足りないもの季節の話題なのにもうね七草がゆばっかりですって。で俺が、はい、俺昨日の夜食べたのね。あいやいや、もう今朝食べられないからって言って、あそうですか、俺食べたよってことだったら、えだって昨日6日じゃないですかとか、でも喧嘩腰喧嘩腰なの、イライラしないねっていうね、全部かっこ、はい、からね、今日は七草がゆを食べる日ですよね。私は一人暮らしなので、はい、株の葉っぱなど家にある草だけで作ります。これじゃ意味ないのかしらって。いやそんなことはない、全然ですよ。だって東北とかは、うん、そこら辺にある葉っぱとか、はい、あの別にセリナズナ五行箱べらとかじゃなくて、はいはい、そこら辺のでもいいですよみたいな感じでやってるみたいですね。お腹には優しそうですよね、はい、ラジオネーム福山のコウモリ男さんです。朝起きてすぐに外を見ましたが積雪をしていないのでほっとしました。はい、今朝は七草がゆを食べました、うんうん、生のは泥臭いので我が家では毎年フリーズドライのものを使っています。あそれダメだと思いますね。なんですか、いいですよ、そこら辺の葉っぱならいいけど、うん、フリーズドライは多分ダメですね。いや今のフリーズドライを舐めてはいけませんよ。胃に優しくなきゃいけないからさ。胃に優しいはずです、フリーズドライだって考えられてます。もう胃がキンキンに冷えるかもしれないわけでしょ、フリーズにドライしたのか。凍ったまま食べるんですか。そこは加熱しましょう。ミックスデジタブルみたいなもんでしょ。ミックスベジタブル、はい、ありますね。いや相当胃袋が冷えますよ、気をつけないと内臓からやられますよ。ただでさえ寒いのに。秋生まれのおばちゃん、はい、今日は七草がゆ。やっぱりそうな。一色一色、私が子供の頃は正直好きではありませんでした。味が薄く あまり美味しく感じませんでした、はい、第一なんで草が入っとるおかゆを食べにはいけんのよと母に言ったこともありましたが、今全く同じことを私は娘に言われています、はい、昨日スーパーで、七草が一つのパックに入ったものを買ってきました、はいはい、今年は無病息災の思いをより一層込めて七草がゆを作ろうと思います。はい、わかりますね。はい、まあ、発想が、ね、貧困な方々ここに集まってこられて本当ないです。どっちですか、あげるんですか落とすんですか。いや七草がゆ、七草がゆばっけ。そうですね、バカの集団なのか。いやひどいこと言いますね。体にも心にも優しい一日であってほしいんですけどね。大体なんだよね、はい、あの地域地域でさ、うん、うちの宮崎とかはまあまあそのセリナズナ五行箱べらとかだったりとかするけど、なんか東北の方とかはアンコロモチ食うとか、おそんなものだったりとか、はいはい、いろんな全然違うんだよね、地方地方 で、ね、特にお正月はいろんな地域のいろんな風習あるでしょうからね、はい、でそもそもはもそうです、まあ無病息災だったりとか、はい、あとはもうその正月とかですごい暴飲暴食をしてるから胃袋をちょっと休めましょうねみたいな思いもあるみたいだから、はい、うん、まあねもうこれぐらい言っとけばもう七草がゆはいいでしょうか。そろそろ自分の話してもいいですかじゃないんですよ。ちょっと季節感をね、だってこんなことになると思わないからさ。いや今日はやっぱそうですよ。俺今朝さもうすごい雪だと思ってたのね。もう昨日からすごかったじゃん。もうそうですね、言われてましたね、すごいっすよすごいっすよみたいな、うん、超べっぴん来ますよと思ったら意外とそうでもないみたいな、そんな感じ。むちゃくちゃ綺麗な女の子来ますよって時にあれ好みと違うぐらいのちょっとムードがあってさ、で夜中3時ぐらいに一回目が覚めたのさ。まあ簡単に言うとちょっと寝ようかなと思った時に、待てこれ目覚まし1時間早くかけた方がいいよねと思って、じゃないと俺アストラムラインとかだったらもうバカみたいに混んだりとかするし、あとは密を避けるからきっとみんなぎゅうぎゅうに乗らないだろうなと思って、
思ってたから、はい、全然も含めて、いやちょっと最悪歩いて会社に行こうと思ったの。おだから1時間早く起きようとかって思って、で3時ぐらいにガラガラッつって言って、あれ雪雲ないんだけどなとかって思って、うん、で目覚ましを6時にかけたのね。はい、で6時かけて1回起きて、ガラッと見て、ほら降ってねえじゃんとかって思って、でまた7時にして、ガラガラッ、うん、あほらもう7時45、もういつも通りでつってそこはもう起きていいんじゃないですか。で起きてからさ、はい、でおしっこしようと思って、はい、トイレ行ったの。雪は降ってないけど寒いのは寒いじゃん。まあそうですよね。だからさ、全然おしっこジャーってしながら、うん、鼻から鼻水がツーって、もう全然自分の意思とは関係ない鼻水がツ、ね、ーって、はいはい、便器に向かってツーって言って芥川龍之介の雲の糸みたいにツーって下から誰か上がってくんじゃないかとか思いながら便器から上がってほしくはないんです。寒いと思いながら。そうですね、ありますね、うんうん、私も朝結構心して布団から出ないといけないんだろうなって思いながら寝たんですけど、うんうん、でも思ったほどじゃなくて寒さも、うん、はいはいはい、意外とスッと起きられた。俺昨日ね9時ぐらいにウォーキングしたんだよ、た時にいい天気なんだよなと思ったんだよね。空気が澄んでて、はい、気配がなかったの、で意外と言うほど寒くないんだよねとも思ったんだよね。はい、そうですよね。だからまさに今日それをそのまま引きずってるというか、まあ、これから寒くなるんでしょうけど、まあ、河村がその布団の中入った時寒くないっていうのは男が寝てるからでしょ。寝てないです。裸の男が寝てるから寝てない寝てない、うわ寒い寒いとかやって内ももとかに相手の内ももにつま先入れたりとかしてもう好きなんだ、お前のこと好きだけどそれはカチンとくるみたいなつま先ってこうやって、いやいや違います、するじゃん女の子とか。ホットカーペットです。ニコニコしてっけど悪いけどカチンときてんだけどなってその気持ちは分かる気がしますけど私の場合はホットカーペットであったかいです。ああなるほどね、うんうんうん、ホットカーペットくんっていう名前今日からあなたホットカーペットくんと名乗るんだから、ね、なんて名前をつけるんだそうだから思ったことじゃなかった、hey! ホッみたいな感じで呼ぶんでしょ呼びません、呼びます、名前で呼びますよ、呼ぶんだったら。じゃないとこの時期に布団入ったら暖かかったっておかしいと思うもん。それはだからホットカーペットを常にこうちょっと寝る前にピッてするんです、うん、ああ俺なんかだって500ミリリットルのヘルシア緑茶が昔入ってたただの空いたペットボトルを今3つ仕込んでるからつま先脇脇みたいな、すごいよ、すごいアナログな湯たんぽですね。すごい脇脇だからね脇にする必要は、まあ、むっちゃあったかいんだって。ああそうですか。ああでもそうですね、うん、だからカイロとかって基本その四角い形のものが売ってるじゃないですか、はい、私なんか脇用とか、うん、それこそなんか首用とか、はい、いろいろもっと形があってもいいんじゃないかなって、うんうん、冬になったらいつも思います。はい、だからヘルシアとか、はい、普通の桃の天然水とか普通の六甲の美味しい水とかいろんなペットボトル、はい、で、ね、足元は600ミリリットル、はい、あの 100増量してありますみたいな。あちょっと嬉しいですね。ベコベコンベコベコンってなるやつがつま先にあんの、はい、でそれ靴下に入れてあって、はい、熱々のお湯が入ったままでそれでつま先は温めて、でもう一個はヘルシア緑茶、ヘルシア緑茶なんだけどで一個は靴下の中に入ってる、はい、ヘルシア緑茶脇の作用は、はい、でもう一個はむき出しのままあんの。おこれを背中のところに置いとくの。 はい、あっちちょっと外す、はい、あっち外すみたいにして、はい、この3つのペットボトルを寝るときに必ず仕込んだめちゃくちゃ工夫してますね布団の中でだって寒いんだもんまあそうですよね、うん、で寝るとき寝る瞬間さえ暖かければ、うん、もうあとはいいですよね。起きる瞬間寒くてでさ朝起きたら手前側の毛布とか蹴って向こう出してるのそうです相当暑かったんだと思うんだよ私もモコモコルームソックスとかもすぐポーンって脱ぎ捨てちゃいますもん川村はでお正月はどうしてたの。あ今年初めましてだもんね。初めましてです、皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。年末はもう嵐一色でした、はい、あー嵐組か。嵐組でしたもうね、まあ広島市内の実家に帰ったんですけども、はいはいはい、
お母さんとお父さんと3人でリビングのテレビで、うん、一番やっちゃいけない分ですよね。だから実家に里帰りしたってことですよね、うん、いやいや広島市内の人今みんながすごい我慢してた分を今平気で言いましたけど、広島市内の実家に帰ったんです。あのほらあの親しき者同士いつも通りの人たちで食事を取ってくださいって今政府が言ってる分に反した、はい、だから反射的な行動を里帰りするもうみんなが心からやりたかったことを我慢してた分をカブルさんスッとやったってことです。市内なんでいいかなと思っちゃったんですよね。すいません。で市内に市内帰ってで母と父と一緒にリビングで嵐の配信ライブを家族で見たの。家族で見ました。家族とか嵐とか見ててもうなんかさ普通の見ろよとか言わなかったの。お母さんもお姉ちゃんも嵐がすごく好きで、ああ、お姉ちゃんは帰ってこられなかったんですけど、ああ、お姉ちゃんいたね今ね。今確実に嘘をつこうとしたね。本当にないです、本当にないです。みんな集まったね、カムラ君ね。カムラ君集まってで今ちょっとあまずいと思って今訂正したよね。お姉ちゃんは香川に住んでるんで帰ってこない。帰ってきたよね。帰ってきてないです。サドキュート持って帰ってきたよね。帰ってきてない。来るなら持って帰ってきてほしいですけど。でお母さんと基本的に私はもう2人でウェイ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 って盛り上がって、でお父さんはリビングで、まあ、同じ空間を共有してはいるんですけど、うん、パソコンでもうなんか調べ物したりとか、うん、ネットショッピングしたりとかしてました。あ、そうか、うん、だから2人がすごい楽しそうだけど自分も興味がないから心の中もう嵐になってきてもね、くそもっと紅白見てんだけどなとか、あとちょっと誰か年越しそば作ってくれたいんだけどとかって思いながらパソコンをしてたんだろうね。そうです、いろいろ言いながら、うん、お父さん卒業しろ、あれだってよね、お姉ちゃん香川からうどん買ってきたけど今年は年越しうどんかなとかって、お姉ちゃん帰ってきてない、お姉ちゃんに会えなかったんですよ。ああ、そう。それが残念なんですけど、多分今広島中の人が、ええ、あこいつ嘘つきだわって。いや嘘じゃない、心から嘘つきだわって今。本当に嘘じゃないです。でも今年はやっぱもう嵐に捧げようと思ってたので、うん、年末、まあ、大体11時半過ぎぐらいに嵐のライブが終わって、うん、でそこから紅白のエンディング、はい、赤組が勝ったところを見て、でもゆく年くる嵐って紅白出てたよね。出ました。配信ライブの途中に、うん、一旦じゃあちょっと紅白行ってきますって言って、はい、配信ライブが止まって、はいはいはい、そこから嵐はその東京ドームから中継で紅白に出ました、うんうんうん、へえ、今年の紅白って録画が挟まってから全然わかんないんだよね。ああ、でもそうだったんですかね、うん、確かにそうでしょうね。だから新聞とか見たらミスターチルドレンとか、はい、玉置浩二とか、あと何組か録画だったらしいんだよ。通りでライブって出さないよなと思ってたんだよね。まあ、聞いたりしますよね、うん、あの辺うまいよね NHK。 だから川村みたいな感じだから適当に嘘つくんだよね。いやバレないよね。で生放送で出しませんけどだってみんなが生放送だと思ってるところを全然表記してませんよねとかって平気で言うの。そんなことないですよ。あれ今朝雪降ってないですよねみたい な, なんかでも寒かったですよね、なんかあの水道管は凍結の心配があったからそのために言ってきましたけどみたいな、ちょっと気象予報士的な感じ。いや言いません、私そんな資格持ってないです。はい、そうですよ、みんながそう思ってるっていうところを利用する分で、ね、利用もしてないです、利用もしてません。でも嵐のライブの中で、うん、嵐がこう中継先から紅白に出るっていう、私はその中継側にいるわけですよ、ね、その気持ちを初めて味わった。見る側ね、見る側。例えば今までの紅白歌合戦だと、うん、例えば福山雅治さんが年末に年越しライブを行っていて、やってますね。でそのライブ会場にいる人たちの気持ちっていうのをなんか初めて味わった気がしました。その空間にいないと味わえないものですけど、うんうん、がそうか、中継側で紅白に出るっていうのはこういう気持ちで送り出すんだとか、見てる側でしょ、嵐を見てる側で途中で抜けられるってことよね。そう、中継側っていうかね。はい、そうです。ああだからなんか初めての紅白の楽しみ方と思いながら、うちの母キヨはね、必ず福山雅治が横浜からなんか中継で出てくるじゃない、はい、でわーってなるじゃん。たらお母さんはこの人はね紅白歌合戦にジーパンで出てくるからスカーンって破れちゅうわこういった服がって必ず言うの。でスマップの草薙くんをこういった龍馬伝の人やがねっつって、いやそれがあのちゃん破れた人ねってもう毎年必ず言うのね。染まってますね NHK にね。だから多分うちの母キヨ今年はエンディングで福山雅治がちゃんとした服で出てきたから、はい、そんげな格好で来ればいいといつもって必ず思ってます。見る人によってね全然見方って変わりますよね。
とにかく年配の人たちは、うん、歌うときはキラキラした服、はい、じゃなきゃダメみたいね。そうですね、はい、やっぱでも小林幸子さんに出ていただきたかったですもんね。はい、そうだね。あのきらびやかな衣装とかさ、星野源とかがさ、はい、パーカーみたいなので出てきたりとかするじゃん。多分ああいうの母清とか嫌うの。これあんたの普段着と一緒やがね、この人の服は。紅白歌合戦よーとかつって、やっぱ天童よしみみたいに出てこんとよ、はいはいはい、あとはもう香西香りとかよ多分みたいなさもうすごいラフな感じがダメなの。でもその気持ちわかる気がするな、うん、私も紅白歌合戦もし自分が出るってなったら、うん、やっぱ普段着パーカーじゃ出ないなと思って。出ないよね、うん、キラキラしたいかもしれない。大工でもそうですもんね。はあ、俺もそうだね。もうなんかちょっと顔とかもマスクして、スケキヨのマスクとかしてちょっと恥ずかしいかとかって言いながらちょっと晴れ切り方違いますよねどうしようか、どうやったら目立つんだろうとかってやりすぎて誰か分かんないみたいなことになりかねないからね。顔を売ることが目的でもありますから、ね、そうか、嵐だったのか。嵐一色でした。淵上は、はい、笑ってはいけない。おお、中根は紅白。はい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 。だ、川村は嵐だ。嵐でしたね、それぞれの。うんうん、今年しかないですからね、去年から今年にかけての。まあ DVD が出るでしょうけどね。まあ DVD、 あとリピート配信もあるんですよ。ああ、今週も。じゃあ生で見なくてよかったですね。いや、そんなことないです。淵上にも言ったんですよね、あのダウンタウンのやつは録画で見れるからさ。だからあのこの業界の人間はやっぱ紅白見とかないとね。そうですか。ああ、一応ほらみんなの一番の話題だからさ。まあまあまあ、そうですよね。ああ、年末だから嵐見るようなやつにはなんなよ。なんでとは一応あの淵上にも中根にも昨日伝えたばっかりだったから、まさかここに嵐組がいや、私は嵐組です。でも嵐はもう活動休止をするわけですから、2021年以降、はあ、嵐としての姿は、うん、とりあえずは見られない。もう終わった人たちですよね。終わった人たち、過去の人たち。いいえいいえ。だからもう今日すいません、リスナーと川村さんにお願いです。え、七草がゆの話と嵐の話はもうここでやめてください。もっとしたかったな、嵐の話。嵐が巻き起こりますから。どうですか。本当申し訳ないです。心に嵐が巻き起こります。そうですね、巻き起こしたかったです。本当申し訳ないです多分ほとんどのリスナーがあんま興味ないと思うんですよ。嵐嵐って言われても、はい、言うほどでもない気がするんですよね。そうですかね、はい、だったら俺のほら五木ひろしがすごかったっていうことを火曜も水曜も木曜も伝えている。それこそも飽きてるんじゃないかなと思います。五木ひろしさんが一番良かったってこと。 あ、 そうです。あと坂本由美さんが良かった。あ、そうなんですね。あとは水森かおりさんの衣装はあれはセットだっていう衣装とは呼ばないっていうところはもうちょっとリスナーには毎日伝えようと思う。もういいと思います。3日目にもなるとさあさあ、ではでは今日も皆さんと笑いながら嵐のように時を過ごしたいと思う午前様様。今日は木曜日、今日のメニューです。10時20分頃は午前様通信です。新年初回はあでやかかつ華やかなゲストということで、おなじみ姉妹デュオメビウスのお二人をお招きします。はい、この午前様様で2021年の歌い初めをしていただけるということで、うん、どうやら新曲を披露してくださるそうですね。はい、あのチャリティーミュージックソン、実はお声掛けをしていて、広島中の皆さんにクリスマス歌声を聞かせてくださいとお願いしていたのですが、まあ、このコロナ禍ということで、はい、ゲストを多数入れることができないということでキャンセルをさせていただいたので、申し訳ないです。あのリスナーの皆さん、じゃあ御前様ファンの皆さんに、はい、年始はメビウスからだねっつって、はい、出ていただくことになったので。そうですね、はい、まあ、熊野からね雪で出てこれないと思うんですけども。いやいやいや、今日は大丈夫だと思いますよきっと。多分体中にチェーンを巻いて走ってきてると思います。なんで体にチェーンを巻きますかまあでもきっと来てくださると信じておりますんで、はいはい、ぜひ楽しみにしていてください、はい、そして9時台と11時台にお送りしている御前様会議です。今週は2021今年の抱負というテーマでお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様木曜日、では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選でお一人の方に浜狩り物産から天人の藻塩ギフトセット3000相当をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ2021今年の抱負から今日は川村彩奈問題です。2021年の抱負は、うん、
私は小分けに考えることにしました。ほっ。でまず直近3ヶ月の抱負をまず考えたんですけど、はいはい、それは体を動かすことです、うん、はい。まあ、去年1年間コロナウイルスということもあって、うん、なかなか私はまあ、もともとゲーム好きという性格もあり、はい、家からまあ出なくなりました、うん、で体を動かすことというのをこの3ヶ月の目標にしたんですが、はい、新年早々出鼻をくじかれることがありました、うん、それは私がある失敗をしたからなんですが、はい、さてそれは一体どんなことでしょうというのが今日の問題です。大晦日に、両手両足を骨折しただからちょっと体動かせなくなってんですよねみたいな。ああ。で7日ぐらいで治ったっ、うん、うん、そうそう、うちの母清みたいな感じ。いやもう年越す前にね背骨骨折したからねって入院するみたいなね。まあね、いろいろ動き回ったりしますもんね、うん、危ないかもしれないです。なんかこう気持ちが気ぜわしくなるじゃないですか、うん、はいはい、年末年始は残念ながらちょっと両手両足を今骨折したから動けない。いえ、してないです。あ、今非常に健康な背骨背骨、はい、背骨を骨折した、はい、いや、しっかりしっかり立っております。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。でも出鼻をくじかれたでしょ。そうですね、うん、あー、やっちゃったな。体を動かさない理由ができたってことでしょ、うん、なんだ、靴が全部取られた。誰に？ファン。いやいや、ファンが家まで追いかけてない。すっごいちょっとしかいない。川村のあの変態みたいな人たち、あの人たちがみんな靴を取って。そんな方々いません。マンションを特定された。だから外に出られなくなる。恐ろしい話ですね。あ、毎日誰かがいるってことですか、うん、それは怖いですね。だって馬様がね、SNS で川村の住所とかつぶやいたから。え、うん、嘘。そうですよ、うちの SNS パトローラーの馬様がついにたまりかねて、川村ちゃんあそこ住んでますみたいな。なんでパトロールするんですか。みんなへの誕生は違う、お年玉でーすみたいな感じ。いや川村ちゃんの住所でーすみたいな。誰の得にもならないですね。来週は携帯の番号発表しますみたいな。私馬様に何したんですか。馬様がちょっと自分の自己顕示欲が強くなっちゃった。あ、そうなんですね。新年早々ですね、はい、今年はちょっとバズろうと思ったらしいです。ディレクターとして。やり方考えてください。誰かを傷つけないでください。違います。絶対言わないでくださいね、川村ちゃんの住所って言って。これ多分全世界に公開してます。馬様そんなことしません。なんだろうな。体を動かさない理由ができたってことだもんな。はい、新年早々あれ失敗をしてしまいました、うん、風邪、あ、コロナコロナにかかっている今、うん、いや大丈夫だと思ってます。ああ、はいはい、元気です。特に症状はありません今。昨日中根がね、本番の始まり1秒前まで鼻をずっと噛んでたんだよね。つってもう大丈夫なのか。中根さんは年に何回か、はい、本当にこうなんか鼻をムズムズさせる時があるんですよね。ずっとだよね、はい、割とね、本番中ずっと CM が来るたびに鼻が一回はもう鼻がもげてたからね。そうでつけ直したりとかして。あれつけてたんですか。さあ、はい、川村彩奈は、今年の目標を、3つ小分けにしようとしていて、前半体を動かすだったそうなんですが、はい、ただ新年早々出鼻をくじかれるというか、ある失敗を私がしてしまいました、うん、さてそれは一体どんなことでしょうというのが今日の問題です。はい、皆さんからの予想をお待ちしています。すべてのコーナーの宛先はこちらです。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300。 メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク RCC.net、 アルファベット小文字で GOZEN@RCC.net です。車運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから。ねえユージ、彩奈にとって待ちに待った新年一発目の午前様様、充実した2021年にするためにもこれからバリバリ頑張るわよ。この気合の入りっぷり、例えるならあんな感じかな。めんどくさいな。めんどくせえ、めんどくせえぞ。
いやでもあれだな、2021年始まったばっかりでね、今日は本当七草がやタイプの日だからね。ちょっとあの気合が入ってね、例えるならあんな感じぐらい気合が入ってるはずなんですよね。めんどくさいなあ、めんどくせえ、めんどくせえぞ。本日の演目ですけれども、 NHK のドキュメンタリー番組プロフェッショナル仕事の流儀のワンシーンより、世の中の大事なことは大体めんどくさいという口癖が名言として評価されているが、もし個人的にお付き合いしたらむしろあなたの方がめんどくさいかもと感じさせる映画監督宮崎駿の神経質な語り口。めんどくせえなあ、めんどくせえ、めんどくせえぞ。俺もね、年末かな、はい、あの息子宮崎五郎と映画作ってるドキュメンタリー宮崎駿見たんですけど、はいはい、この人俺苦手だわと思って一緒に仕事する大変でしょうね、この癖の強い俺が苦手だって思ってそしてなおでも名作を生み出している。いやめんどくさいそうかもしれませんね。今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけども青空広がってます。で、広島空港がある本郷も青空広がってますけども、今日はこの後どんなお天気でしょうか、話を聞いてみましょう。音富士さん、はい、おはようございます。おはようございます。今朝はどんな朝だったですか？そうですね、広島市中区の朝来たんですけれども、ちょっとこう7時頃はパラッと来てたんですけれども、はい、一気にあと今青空が出てきたような状況です。はい、ただ日本海に発生した低気圧が急速に発達していますので強い寒気が押し寄せています。はい、北部ではもう昨日からかなり降っていますので大雪となってきています。はい、まあ、南部でいうと、まあ、佐伯区の雪あたりだったり廿日市市の山間部あたりで今雪が降っています。うん、まあ、市街地に関してはあとこの今降ってないんでね、午後に関しては止んでくる、止んで青空がね見える時間帯も多少はありそうです。はい、ただ北部に関しては1日断続的に雪が降りますのでご注意ください。予想される雪の量ですけれども、明日朝にかけて北部の山沿いで60センチの予想となっていますので、すでに庄原市の高野で50センチ以上降ってますので、ちょっとこれからの積雪にご注意ください。はい、あと気温なんですけれども、日中の気温5度ぐらいとか北部で0度の予想となっています。ただ現在がその気温となっていますので、この後気温あと下がる一方となっています。広島市も中区でも、夕方から氷点下になってきますので帰りの際はもっと寒くなっています。うん、風も強めに吹いていますので、ちょっと今日ね15メートルぐらいの強い風吹くかと思いますのでご注意ください。はい、で明日朝にかけてが特に冷え込みあと続いていきますので広島市でもマイナス3度の予想となってますので今シーズン一番の冷え込みとなりそうです。なので南部なんかでも日中真冬日となるところありますので今晩は暖かくして過ごすようにしてください。うん、明日に関しては雪はあと北部中心になりますので南部の方は多少ね今日のように晴れ間も出てきそうです。はい、でちょっと北部はね土曜日あさってまでは注意していただいてその後週末にかけて一旦天気持ち直してくる見込みです。なのでちょっとねこの先しばらく週末にかけて寒さだけには注意してください。はい、はい、ってことは、雪の心配は、沿岸部は大丈夫になってきたってことですね。まず沿岸部は とりあえずですねピーク越えてきたようなところでは多くなってきています。はい、わかりました。今何か目立った警報注意報出てますか？はい、現在全域に風雪注意報が、あと南部に波浪注意報、あと北部には大雪注意報と着雪注意報出てますので雪の情報、最新の情報をご確認ください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。天気予報は音富士さんでした。セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴名、鈴代というわけで今日は七草の日です。はい、7日正月の朝は七草がゆを食べるという昔ながらの風習、現代流に解釈すれば栄養が不足しがちな冬場の健康のための自然と向き合った暮らしの知恵ですね。
本物の自然な香りと向き合う心豊かな毎日。お線香は日本香堂の語り部。ラベンダー、白梅、桜、バラ、カーネーションの花の香りのラインアップ。いずれも煙少なく残りが爽やか。お線香は自然な香り、日本香堂の語り部をどうぞ。お便り様様、このコーナーは日本香堂の提供でお送りします。ラジオネーム猫耳親父さんです。はい。昨日小6の娘が去年の10月に行った修学旅行の写真が出来上がってきたので見せてもらいました、うん、集合写真や食事風景はマスクなしで写っているんですが、買い物中や仲良しグループでの写真はマスクをつけていて顔が半分隠れています、うん、写真からは楽しそうな雰囲気はわかるのでいいのですが、なんか複雑な気持ちになってしまいます、うん、まあこのご時世仕方ないんでしょうがね。そうだね、まあでもそれが逆に、あ、この年だったよねって後になるんだろうし。そうですね、はい、確かに。でよく苦難困難とか大変なことがあった時の方が思い出深かったりとかするから、うん、子供たちからするとあん時さーとかっていう語り草にはなるんじゃないかなと思うよね。そうですね、修学旅行の行き先が変わったとか、うん、日程が変わって大変だったとか、うん、逆にいろんなね思い出ができてるかもしれないですよ ね。マスクしてんだよね全員ねっつって言って、うん、で昔さ、あのほら教室とかさ、あと廊下とかに写真がいっぱいあってさ、はいはいはい、この写真が欲しい人は番号書いてくださいとか。ありましたありました。で好きな女の子の顔写真とかも一枚だけ買ったりとかして、はい、わかる。なんでこれ横山が買ってんのって言われないように、わかんないように買ったりとかしてたけど、はい、今の子たちはそれをするよと思ったら、その好きな女の子もマスクとかしてるから顔がちゃんと見えねえんだけど、まあ、一枚欲しいんだよねって思うんだろうね。うん、そうですね。こっそり買ったりする。そのやり方なのかね、まだ写真の売り方って。どうでしょうね。QR コードを読み取ってみたいなことなのかもしれないし。とかちょっとなんかこう、写真とかが送られてきて、うん、はい、で、親が番号とかをこうやって入力してメールで送るとか、どんなやり方なんだろうね。それでも子供に選ばせてあげたいですけどね。卒業アルバムですら DVD がついてたりしますから。ああ、そうだ、ね。どんどん変わってるんだろうなと思います。でもやっぱ紙で欲しいよね。こう手触りがね、どうしてもいいですよね。くるみんちょさんです、はい。去年まで腰痛とは無縁でしたが、急に腰痛がひどくなったので、とうとう整体に行ってきました。うん、お金がもったいないのでそのうち治るのを待とうと思ったんですが、はい、筋肉をほぐしてもらうとなんだか治るような気がして安心しました、うん、腰痛って何でもない生活が大変なんですね、うん、そうだね。でもこうやってね、こうやって揉んでもらったりとかして治してもらったりとかするじゃん、はい、だすごい血行が良くなるからポッポポッポすんで、はいはいはい、その夜とか、ええ、あれ熱が出たかなとかあれちょっとなんか移されたかもとかって急に不安になるんだけど、血行が良くなってるだけなんだよね。お手洗いに何回も行ったりとかね、ドキドキしちゃうのあれっつって。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今日紹介するのは福山市立西深津小学校から4年生の栗本良作くんの作文です。タイトルは今までで一番嬉しかったこと。今までで一番嬉しかったこと、西深津小学校4年栗本良作。10月4日にサッカーの4年生のリーグ戦がありました。1試合目の相手は福山で一番強い相手でした。その相手は1試合に16点取ることもあるチームです。監督やコーチも負けてもしょうがないと言っていました。試合が始まるとすぐにシュートを打たれてしまいましたが、ギリギリ僕はブロックしました。その後も攻められ続け、なんとか守りましたが、前半の後半で1点取られてしまいました。そして後半もずっと攻められ続けて終わりました。結果は2対0で相手チームの勝ちでした。とても悔しくて少し涙が出てきました。でも強い相手にたった2点しか取られてなかったのですごく嬉しかったです。次に同じ相手とやるときは絶対に勝ちたいです。おー、力強いですね、うん、1試合に16点取ることもあるようなサッカーの強いチームに2対0で負けた、負けはしたけど2対0だったっていうのはすごいなと思います、うん、ねえ、うん、俺なんかすごい栗本くんがしっかりしてるから、はい、6年生なんだと思って作文を聞いてたら、あ、そうか4年生かとか思うから、うん、それ考えたら4年生で
その悔しくって負けてで泣いてっていうことをしてたら、はい、うん、5年生6年生とかその悔しさがバネになって絶対むちゃくちゃいいチームになったりとか、確かに、あとは栗本くんがすごいみんなを引っ張っていける、うん、いいプレイヤーになる気がするよね。そうですね、頼もしいですね、うん、はい、ということで今週は福山市立西深津小学校4年生の栗本良作くん、今までで一番嬉しかったことをお送りしました。さあさあ明日は学校変わります。熊野町立熊野第一小学校から5年生の河野さやさんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーはリサイクルの本田春草商店の提供でお送りします。今週のテーマは2021今年の抱負です。はい、ラジオネーム白島ドームさんです。私の今年の抱負ですが、嫌いな食べ物を一つ以上なくすことです。うん、私は小さい頃から納豆の匂いが苦手で、はい、35歳の今までずっと食べられずにいました。うん、一方2歳半になる娘は納豆ご飯が大好きで、はい、ほぼ毎日のように食べているので、嫌でも納豆の匂いを嗅ぐことが多くなりました。うん、そのおかげか、急に納豆が食べられるようになり、はい、むしろちょっと好きかもと思えるようになりました。うん、嫌いだったものが食べられるようになると、気持ちもちょっとだけ嬉しくなるので、今年は一つでも嫌いなものを減らしたいです。うん、まずは昆布のおむすびが食べられるように頑張りたいです。あ、本当もう。ご自由にどうぞって感じですよね。なんせその納豆が食べられるようになったっていうことを、こんだけの長い文章で広島中の皆さんに吹聴しようっていう気持ちがちょっと俺は粘っこくて嫌だなと思って。いいね。いや、2歳半になる娘さんの可愛さもあってね、うん、納豆の匂いに慣れて、はい、で食べてみたら納豆が食べられるようになって、はい、ちょっと嬉しかったですっていう35歳からのメールはちょっとうわ粘っこくて嫌だなって。あれその豆腐ってないって言いたくなるような。もともと発酵してますから。ちょっとこのメール臭いんだけどってちょっと思っちゃった。くもないです。まあ、でもね、そうですよ。でも昆布のおむすびが嫌いっていうのが、うん、それもどうでもいいと思います。全然。まあそうですね、嫌いなものなくなるといいですね。まあ喜ぶみたいなこともできればいいですよね。こんなコメントでいいでしょうか。適当すぎる。ラジオネームせんちゃんさんです。はいはい、今年の抱負です。去年はメダカの新種に失敗をしましたが、今年は新種のメダカを作ることと、うん、綺麗なミユキメダカの繁殖です。はい、今年は成功したいです。ああ、そうですね。お金を儲けたいっていうことですよね。いや。新種のメダカを作って、そういうこと。大米を稼ぎたいってことです。どうでしょうか。でもメダカの後輩というか、うんうん、自分家でさせてってことですよね。うん、先輩と後輩でしょ。いやそんな先輩風吹かすわけじゃない。これ後輩させてるんですけど、先輩はどこにいるんですか。いやそうでじゃなくてっていうやつ、ね、めんどくさいな。そんな人の家には行きたくない。この時期どうなの、そのメダカとかって池が凍ったりとかするはずじゃない。あ、まあそうですよね。確かに表面凍るでしょうね、足のともに。でも水温を熱くするとカップ麺作ってるみたいになってる可能性もあるわけですよ。はいはい、わかんないよね。家の中で飼ってればね、常に適温にはできるでしょうけど、はあ、何色のメダカができるんだろう。そう、あとメダカにとって適温がどのくらいかがわかんないじゃん。ちょっと暑いな。こういうの絶対わかんないよね。熱帯魚育ててる人とかさ、はい、いるじゃない、はい、どうやってんだろうとか。あと餌とかはどのくらい食べさせればいいのとか、うんうん、食べさせすぎたら太るのかなとか、ねえそろそろかなっていうところで、わかんないよね。向こうは喋んないからさ、適量もわかんないですよね、餌の。あとちょっと無理に交配するのやめてくださいとかって目でずっと訴えてるかもしんないしね。まあそうですね、それを感じ取れるかどうか。いやわかんないね、マニアックな感じですね。あのね、秀才中本から今年の目標、彼女を作る。お、32年間生まれてから彼女がいません、はい、この7月で33歳になりますが、できれば今年中か来年の34歳になるまでにはゲットしたいです。でもね、コロナウイルスがね。あーそうですね、辛いよ。もうメダカの後輩じゃなくてこいつの後輩をちょっとぜひお願いします。
ラジオネームおかげさまさまさんです、はい、今朝も冷えましたね。私は毎晩窓のすぐそばに布団を敷いて寝ているので、うん、夜中や早朝に寒さで目が覚めていましたが、うん、今朝は寒さを感じることなくぐっすり眠ることができました、はいはいはい、なんでだろうと思って窓を見てみると妻が窓にアルミのシートを貼ってくれていました、はい、おかげさまでひんやりとした空気が部屋に入ってくることもなく快適な睡眠でした、うん、妻に感謝です、うん、今日も仕事を頑張ります。そうなんだよね、空気が抜けてくんだよね、冷たい冷気みたいなの。はい、わかります。俺窓際なの。え、窓際でカーテンがあって、はい、ベッドなの、はい、でそこのカーテンのフリフリフリってこう山になったところからスーッてもう冷たいのが降りてきてるのがわかんの。もうすっごくわかります、うん、閉めてても、うん、あの両側からスーッて回り込んで入ってきますよね。もうだから脇の下にヘルシア緑茶の殻にお湯を入れたやつを挟んで寝てる、はい、大事なことです、ね、すごいの、うん、じゃないと死んでるかもしれない。もう、ね、怖い怖い、もう目覚めないかもしれない。どうか御前様には来てください。おじゃんぱじゃまさんです、はい、普段家のリビングでは座椅子に座って過ごしているんですが、昨日の夜ご飯を食べているといきなりその座椅子が倒れてひっくり返ってしまいました、うん、しっかりはまってなかったみたいで倒れちゃったんですが、うん、びっくりしました。ああ、もうしっかりはめてくださいっていうしかないですよね。そうですね、うん、あと河村さんちょっとへえと思ったんですけど、リュウっていう人から、はい、子供の修学旅行の写真のことですけど、うんうん、今は QR コードからアクセスして親が選ぶので、あら、親に内緒で好きな子の写真は変えないやり方になった。いやー、もうかわいそう。ニュースです。午前様様、やっぱ寒い。あー、そうですか。寒い、ちょうど五穀神社に、はい、サラリーマン風の人が3人コート着て襟立てて、おうーって言いながら、いやー箱根駅伝がさーって3人で喋ってた。あー、みんなネタがないからテレビのこと話してんだと思って。ネタがないわけじゃないと思いますけどね。午前様様で知る季節感っていうのが、ひし形っていう人からね、はい、今日は七草がゆの日だったんですね。それ皆さんきちんと食べられていることにびっくりしました、うん、私は年末年始の連続勤務がようやく終わって、ああ、新年最初の休みでこれから人間ドックに行ってきます。おー、なので午前様様はラジコのタイムフリーで聞かせていただきます。それではっていうこと。七草がゆどころか一番自分の体をいたわってるかもしれないですね、うん、人間ドック。へー、これ愛知からだよ、愛知から。ああ、そうですか。いや、なんか最近さ、名古屋多いよね、愛知の人ね。ああ、だから CBC とある東海ラジオがつまんないっていう話に、この番組でなりつつあるんだけど、うん、いやそんなはずはないですよ、 CBC さんですから、ね、で、カメラが必ず言うじゃんか、はい、あ、言いますよ、なんか名古屋ってつまんないですよね。いやいや、全然言いますよ、そんなの。あの、小豆のメッカでしょみたいな言い方。小豆のメッカ初めて聞いた。みんな小豆ばっか食ってるでしょとかって言ってすごいバカにするじゃん。そんなことひつまぶしだと思ってます、はい、あ、そうですか、ええ、あれでしょ、なんか味噌カツのとこでしょみたいな。味は割と濃いめですよね、ええ、うんうん、美味しいものいっぱいありますよ。大雑把なものがいっぱいあるよね。名古屋のリスナーの皆さん言われてますよ。サモハン銀行さんです、はいはい、昨日スーパーへ七草がゆの葉っぱを買いに行きました。もう七草がゆいつだろうが。高いのに驚きな、俺のところにも七草がいっぱいんだよまだ。思ったより高いのに驚きました、うん、それより驚いたのはもう節分の豆まきセットがあって、はい、その横にはバレンタインコーナーもあったのにびっくりしました、うんうん、バレンタインはソーシャルディスタンスが守れないのでリモートバレンタインや宅配スタイルになっていくんでしょうか。いや、もう今年さ、バレンタインってちょっと重みが違うよね。うん。本当に思いを伝えたいっていう人たちが多い気がするよね。義理は少なくなりそうですよね。うん。っていうか、義理とかはもうお互いいいじゃん。はい。そのソーシャルディスタンスとかがあるから。うん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 、で、この1年間さ、もう全然みんなに会えてないから、はい、本当に好きなんですけどって渡さなきゃダメだよね。思いがこもってると思いますよ、うんうん、バレンタインはね、うん、特に。手作りするのか買うのかっていうところもあるでしょうし、でも手作り渡されたらちょっと気持ち悪いと思うかもしれない。でもそのあたりもやっぱ例年とはちょっと違いますよね。違うよ、もうだって1年経つからね、この状況が。はい、そうですね、ちょうど1年ですね、うん、
2月ぐらいだって気になった人がいてもさ、はい、マスクで顔が見られないじゃん、うん、で万が一ご飯食べ行きましょうって言われても向こうもいやちょっと今はっていうお互いになるじゃない。近づきづらいね。ほんと近づきづらい。週までが遠いそうでしょう ねもう心の距離を詰めたくてもこの1年間川村さんどういやさっきのあの秀才中坊さんのメールでもありましたけど、はいはい、いや確かに独身の人たち、うん、でもうそろそろ結婚したいなと思ってる人たち、はい、私みたいなにとってはこのコロナウイルスっていうのは本当本当に罪深い存在だなと思います、うんうん、そうですね、うん、俺お正月のテレビ番組見てたらさ、はい、なんかあの外出ちゃあんま行けないですよって言ってる時に女性アナウンサーの人がなんか五穀神社行っておみくじ引くとことかなんか賽銭投げておみくじ引いてこの中継いるのかなみたいな中継やつの、その女の人がずっとなんか素敵な彼ができますようにみたいなことばっかり言ってる中継を見たんだけど、はいはい、あれ川村さんじゃないよねばっかりは言ってないです。そればっかり言ってた中継みたいな。そんなことない、そんなことない。この後も恋みくじ引いて帰りますみたいな。はい。和歌山のおばちゃんですみたいな言い方。でって言ってないんですよ。して、はい、終わった中継を見たの。ああ、で、スタジオもバカだから、恋みくじがとかずっと喋ってるけど、うん、いや、その前に今あんまり行かない方がいいんじゃないのテレビ局。みたいな。はい、どっち来てくださいって言ってるの、それとも、数が少ないっていう中継に行ってんのか、どっちなのかなと思いながらも、恋みくじがってずっと言っている、バカな女子アナみたいな子がいたんだけど、あれ、亀井さんじゃないよね。あどうだったですかね、うん、いや本当に死活問題だね。まあでも本当にそうです、うん、そうだと思います、うんうん、だって家庭内感染がって言われたら、はい、家にいる人ともチューできないかもしれないでしょ、うん、じゃあ何のために一緒住んでるかってことチューするために一緒住んでるチューはダメですけどもうポッパイ来てくださいみたいなことになるのかなそれも一応もう濃厚中の濃厚接触ですからねあとはね、はい、給食ともちゃんからね新年もあっという間に7日になりましたね、うんお正月のごちそう続きの胃腸に優しい七草がいいですけどもありがとうございます、はい、手作りおせちとおとそにお寿司とあまり普段変わらぬ我が家の食卓でした、うん、それでも行事は大切にしたいのでセリナズナの七草ではなく畑にある七草で今日はお粥を作ろうと思いました。いいですね皆さんそれぞれの季節感があって、うんうん、そうだね。でも友達の例えば SNS とか見ていたら、うん、私今28なんですけど、はい、今年初めておせちを作りましたっていう子が、うん結構多かったです。やっぱ家にいる時間が長いので、うん、自分でおせちを作ろうっていう存在が多かったですね、結構。うん、偉いなと思いました。そういえば和歌山の番組とかでも、はい、おせちの話をずっとしてたりとか、やっぱなんかそういうのになるんだろうね。家で何かしましょうみたいなことになると、うん、ちょっと普段作ってないことやりましょうとか、はい、これ作ったから。せっかくだからみんなで食べようかとか、みたいなことになるんだろうね、うん、心も豊かになりますし、もう来年以降も活かせるので、うん、それってすごく素敵なことだなと思います。そうだね、はい、ジュネさんとかも言ってたよ静岡も。ああ、うん、なんか例えば栗きんとんとかさ、はいはい、ああいったのってじゃあ作りますってなるけどそんな食べたいものかって言われたらそんなでもないよねっつってあだけどやっぱほらなんか作らないと、はい、せっかくだから雰囲気出ないしねとかってなるけど、まあまあね、あの色とかね黒豆とかもさ、はい、あんな普通にあるけどでも実は大変なんで美味しく作るのはとかって言っていう話をずっと、はい、静岡も和歌山もしてたよ、はい、うん、おせちは特に一つ一つがね、うんうん、手間かかりますもん ね願いも込められてますしね、うん、だけどもう2日目とかはねあまたこれ買ったちょっと思い出すもんねそうね、毎年同じのしか減らないんですよ、同じものが残るんです。俺もずっと黒豆食ってくる。そう、黒豆。私はでも栗きんとんも好きです。かまぼことか。俺んちも栗きんとんいっぱいあったのに、俺1個しか食ってないけど、もう全然なくなってんだけど、誰が食ってんだろうと思って。なんか生クリームあえたってねとかつって、酸味があるんだよねとかって言いながら、作ってあったけど、はい。1個しか食べてないけど、すごいいっぱいあったのな。やっぱ美味しかったらね、うんうん、どんどんなくなるんじゃないですか。美味しいものはね相手に食べさせないみたいなことになるんだろうね。2021年も分かる気がするね尾道のフラッペさんです、はい、お正月にトンドの準備日と開催日の回覧が来るんですが、はいはいはい、今年は遅く見ると中止となっていました、うん、来年はできるといいなと思います。はい、
ポンドもそうか、そうだね、時期があるんですね。やっぱりだってさ、時期になると、うん、太田川放水路、太田川沿いの堤防のとこさ、はい、ほんと、戦国時代みたいだよ。もう向こうにもあっちにもこっちにもみたいに、のろしが上がってんの、ぐわーって。あ、あそこでもトンドやってんだ。あっち、多分見えないけど、あそこから煙上がってくから、あれ多分トンドだぜとかって言いながら。匂いでわかりますよね。ちょっと焦げ臭い感じの。もく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 って。はーっつって。へー。でもそれも今年ができない。お守りとかどうしようかなと思いますね。そうだね。来年は、ね、もしできたら2年越しのものを持っていかないといけないから。結構来年のトンドとかも、そうだね、大変なことになりそうですね。でもあのトンドもね、やってみんな集まってぜんざいとか作ってさ、お餅入れたりとかして食べたりするけど、はい、もう硬いんだよねこのお餅ねってみたいな、もうかかとみたいになってるよね。もう噛めないですよね。茹でてもお餅ってすげえ硬くなった時に何気に調理しにくいんだよね。うんうん。だってどうやってもこれ治らない、戻らないだろう。俺がいつも言うけど、その時に油で素揚げするの。ああ、完璧に美味しいの。はい。完璧にうまいの。確かに、うん、対処法いいですね、はい、美味しそう。しかも茹でても、はい、お湯なんかつけたりとかしても表面の硬さとかが美味しくなかったりとか、うん、で火に炙ると中に火が通らなかったり、はい、表面だけ真っ黒になってとかするじゃん。ああいうのがないの。揚げると、うん、揚げんの、素揚げなの。素揚げかもしれないですね。かかとみたいになってお餅は。あれうまいんだよ。逆にうまいの。お餅も余る時期ですからね。早く食べないとそろそろカビが来るよ。てん、てんてんてんってなるんですよね。赤、青、黄ってこう、どん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 カビが来て、こそいでこそいでして、どんどんちっちゃくなっていくんだよね。はい。そうなんですよ。でも昔の人たちは、お餅がカビないように、水の中つけたりとかしてたの。ああ。たら意外と表面も硬くならずに、はい、でみずみずしいままなかなか持つの、だけどちょっとうんこの匂いみたいなすんの。いやいや、うまいんだけどちょっとうんこって思うの。そんなことあります？あんまり感じたことないですけど、ね、やってごらん。お餅を何日か水につけとくの、はい、で持つの、はい、で美味しく食べられるの、はい、ただちょっとうんこってどっちを取るかですね。そうなんだよね。難しいんだよ。まあ、息止めて食べてもね、味がしないです。私でもそう考えたら今年お餅食べてないです。うっそ。年末年始。俺も餅ばっかり食ってた。そうですか、はい。お雑煮にもお餅入れなかったです。え、じゃあ雑煮じゃねえじゃん。いや、それでもお雑煮だと思って食べたけど。入れてない、うん、お餅いるって。それただのおすましみたいなってことでしょ。雑煮が入ってないからさ。そうですね、野菜とほうれん草、俺今年パスタね、麺入れてないんだよ。全部パスタじゃないよねみたいなことでしょ。クリームスープみたいになります。でも年末年始お餅食べなかったです。え、何食べてたの？お雑煮と年越しそば、うん、あとさっぱりしてんな。だから七草がゆとかあんま私にはいらないんですよ。そんな暴飲暴食してないんで。で、お好み焼きしました。あ、お好み焼きか。ホットプレートで。え、広島風？もう粉使うんですよ。うん。今もう絶対関西風だったよね、今の顔ね。そこ突っ込んでくんない、横山っていう顔したよね、今。だからもう、めんどくさいんで、重ねて焼くのが。いや、家で作るの関西風の方がうまいよね。うん。やっぱ簡単だしさ。そうですね。うん、またぐるぐるって混ぜて、うん、で、バーって生地焼いて、で、豚肉ピッピッってやって、ひっくり返して食べればいいんで。はい、関西風です。俺昨日さ、今年になってから初めてハンバーガー食いたいなと思って。ああ。で、お昼ハンバーガー買いに行ったのね。はい。で、あるハンバーガーショップなんだけど、はい、おい、ナゲットのソースついてねえだろって、ほんと昨日腹立って。あらららら。もう今年一番最初のナゲットだったのに、とかって思って、はい。バーベキューソースって言ったのに、はい、あ、マスタードソースって言ったのに、はい、ついてないんですか？あら。テンション下がった。下がりますね。またか、ここはとかって思った。あ、前科がありますか？はい。もう何回も。何回も。まあやっぱソースがないとナゲットはね。本当。いやーしょぼかった。今年最初あんだけ楽しみ、すごい悩んだの。はい。お昼にそのハンバーガーを食べるのか、いや待って、ちょっともうピザが食べたいんだよね。ジャンキーですね。って思って、そうジャンキーでいたかったの。はい。うん、で夜絶対どんな寒くても歩くからと思って。はい。だからお昼からジャンキーなものを食べようと思って。
でもピザだとなーって、もう相当食いすぎて晩飯が食えなくなるんだよねと思って、うん、ハンバーガーかーと思ってハンバーガー買ったので、すっごいときめいてさ、バンバンってバンって袋をけ、茶色袋をけ、じゃって開けて、でポテトとかがハンバーガーがで、ナゲットこうやってやつ、はい、ってよしナゲットソースがないってもうくっそ、全てのお前んとこ結構多いよなそれとかって本当思いながら。でもドライブスルーとかだと言いづらいですもんね。そうなの。で戻るのもまた嫌じゃん。はい。取りに帰るのも、うん、ソースだけのためにねって思いますよね。そうなの。じゃないともうハンバーガーも冷えちゃうし我慢して食べるしかない腹立ったな。いい、きっといいことがありますよ岡山。そうかな。そう、いいことあると思います。そうか、ソースの分どうしよう、この間すいませんでした今日2個つけてましたおいくらいらねえしとかっていらない、いらない、そんなにいらないことないですこの間実はね分かってたんですよ、ごめんなさい、行かれた後に気づいてって言って、今日2個つけてますからって言って本当に世界一必要ないフォローの仕方ですよね。しかも今日はナゲット頼んでねえだろうみたいな、そんな時にくれるポテトにつけろっていうのかっていう。あとケンケンペイン、はい、今朝2021年になって初めての夢を見ました。はい、内容をよく覚えています。溝に大きなカマキリがいたので近づくと、土壌が現れてカマキリを襲い、その土壌は次に現れた亀の口の中に自ら泳いでいき食べられてしまう夢でした。変な夢でしたが、亀は縁起が良さそうなので今年はいいことがあると思います二人は初夢を見ましたかつって。だからカマキリを土壌が食べようとして、その土壌を亀が食べようとする夢、うん、カマキリを土壌が現れて襲って、はい、でその土壌がカマキリを襲った後、亀の口の中に自ら泳いでいって入っていって食べられてしまう。自ら、うん、不思議な夢ですね。あ、へえ、ね、きっとあの精神科医とかに見てもらった俺たちでは対処できないかもしれないですよね。ここまで複雑な夢だと、うん、なんと申し上げたらいいかっていう、うんうん、なんだろう、なんかあったのかな。そうだね。はい、ただ亀は縁起が良さそうなので、まあ、まあ確かに今年はいいことがありそうですとは言うもののね。そうですね、うんうん、出てくればいいっていう話じゃないでじゃあもうミュータントタートルズの夢見とくとかだったらもうむっちゃいいわとか思うのかって話よねそうですよねああ、いい一年になるといいですけど、全然覚えてないよね夢ね。初夢覚え、なんか見たのは覚えてるんですけど、うんうんうん、何だったか思い出せない、ね、初夢って今日夢見たよねって思うけど、はい、もう全然だよね。でメモしようって思う瞬間もあるんですけど、うんうんうん、でも起きたらどんどん忘れていく。あと全然何とも思ってない時にハッと思い出す時あるよね。あ、はいはいはい、今日の夢こうだったとか、はいはいはい、なんか話してるうちとかじゃないですか、ね、そう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 。でも初夢覚えてないな、うんうん、俺もむちゃくちゃちゃんとした夢を見たのを覚えてんの。初夢ですか、はい、だけど内容はもう何にも覚えてない。へー、うん、でもむちゃくちゃ明確な夢を見たなっていう朝を思ったのね。はい、うん、これ喋れるなと思いますよね。思った、うん、だけどまあ全然頭にないけど何でもない横山さんとか特に記憶力いいなっていうあとはめっちゃ寒い米奉行、はい、今朝思ったほど雪はないのですがとにかく寒いです。どのくらい寒いかというと、今日は建設機械のパワーショベルに乗っていますが、朝一の運転の時にキャタピラーが回らないで、周りについている泥が凍ってキャタピラーごと凍りついて移動ができません。キャタピラーを叩いたりしてなんとか動きましたが、年に何度かこんなことがあります。これから雪が降るそうですが被害がないことを祈りますよ。うーん、今日のゲストのメビウスも、はい、熊野から出てくるのに今日雪がすごいって昨日の天気で言ってたから、はい、3時間か4時間熊野からかかるんじゃないかってその準備でやってきたっつって、はい、意外とかかるっておっしゃってますもんね、うんうん、ね、今日わらじを履いて2人とも峠を越えなきゃいけないっていうことで、え、歩いて、うん、歩いて獣の皮を肩からこうしてあ、はい、あ、そうですか、すごかったです、腰身のみたいな、うん、すごかったですよ。うん、ありがとうございます。そんな中で来ていただいて。そうなんですよね。藁の束とか持って、これで雪をこう弾きながら来たんですよ。つって、熊野から峠を越えて来られたらしいです。じゃあね、メビウスさんの後をね、来る熊野の方々はちょっと来やすくなったかもしれない。そうだね。あいつだから、藁の束でパッパッパッって、道を、獣道をちゃんとね、通れるようにしてくれたから。あ、そうですか。うん、あ、
本当に役割は大きいですね。いや本当だから、あの熊の牛たちは町に来るときに、あれはメビウス街道と言って、メビウスが作った道を通ってくるんだと思うんだよね。ぜひ銅像とか建てたいですね。そうだね、将来熊野町のお札になるはずです。あああれまあいくらぐらいでしょうかね。5円とかなんで5円札が改めてできるんですか。ペラペラの紙ね、軍票みたいな。あんまり使わないですね、この地域でしか使えない地域振興券みたいなのにこうメビウスが出てたりすんで、どうか提出されたりしないことを願いますさあこの時間になりますと、御前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は川村から、はい、2021今年の抱負って問題出してもらいましたけど、はい、もうあの状況がコロナウイルスに関してですけども、コロコロ変わるので、うん、今年の抱負は私は小分けにして考えようと思いました、うん、まず直近3ヶ月の抱負を決めたんですが、はい、体を動かすことにしました、はい、ただその抱負に関してもう新年最初からあーちょっと失敗しちゃったなーということがあります、うん、さてそれは一体どんなことでしょうというのが今日の問題です。はい、ラジオネーム隣の玉、ありがとうございます。河村さんが体を動かそうと思ったのにいきなりできなかったことはなぜか、はい、それはスポーツウェアのサイズが合わなくなっていた。あーそれはでも久々にね、歩いたりとかするとあるかもしれないですね。スポーツウェアはいっぱい持ってます。ユニクロでも買ったし、うん、それこそスポーツショップでも買ったし、はい、でスニーカーも何足か持ってます、うん、でも動いてなかった。なんかこれだけいろんなものを買ったから自分がちゃんとやるんじゃないかっていう形から入るっていう、あれして自分を追い込むけど、買ったところでやっぱよしって満足するよね。思うんです。来て自分の家で鏡見てよしって言って終わるよね。そう、私やってるっていう気持ちになるんですね。ジムに入会とかもそうなんです、うんうんうん、結局行かなくなっちゃったね。こんだけ高い入会料とか払ったんだから、はい、自分はちゃんと行くはずだと思うけど、高いのを払った段階で満足して、うん、いつでも行けるからっつっていつも行かないんだよね、はい、そうです。でもそのスポーツジムを支えてるのは私だと思ってラジオネーム音を、はい、ありがとうございます。川村さんが体を動かそうと思っていて出鼻をくじかれたこと、それは体を動かそうとジムに行こうと思ったけど、はい、そのジムの会員カードの期限がもう切れてしまっていたのではないでしょうか。ほうほうほう、結構前に入会したんですかね。もうね、もう 2,3 年ぐらい前にジムに入ったんですけど、はい、1年で5回しか行かなくて退会しました、うん、あー、もう一連のその流れは私は通り越しました。そうだね、あんだけさ財布の中にメンバーズカードとかポイントカードがあるのに、はい、あれここのお店のポイントカードあったよねと思って探すけど、そこだけないよね。ないです。何が入ってんだあのポイントカードとかにと思うよね、はい、服屋さんとかそうなんですよね、うん、毎年買うのになーみたいな、忘れましたって言います、ね、俺 ABC マートの靴はーなんかスタンプをしてくれて、はい、俺このスタンプ持ってたよ絶対、あれちょっと待ってください、あれたまあ、やっぱないです、ないです。子供でいいですって言って。あれって必ず思うの。で、後々見つかったりするの。そうなの。あ、ここに、このカードと一緒にくっついてたわって思う時が、うん。なんか500円のやつが2枚ぐらいあったりとかして、はい、使えたのにとかって思うよね。期限切れてるんです、ね。そうなの。あとはストレートマン。ありがとうございます。河村さんが体を動かそうと思ったけどできなかったわけ。それは、お母様に、ちょっと痩せたわね。と言われ、まだしなくてもいいかと思ってやる気が失せた。ああ、誰かからの反応。まあそれ自分が感じてることと周りからの見え方って違いますもんね。うん、そうだね。女の子ってさ、すごい痩せた子に限って、ちょっと最近太ってきたからダイエットしなきゃとかって、いや全然しなくていいよとかって思うじゃん。だけどこっちから見ててダイエットした方がいいよねっていう人たちが、なんか最近私痩せてきたと思わない、いや全然だよねって。逆だよっていうね、うんうん、どうしたこの水風船って思ってするよねまあでもそうなんでしょうね。だって痩せたのに太ったっていう子は、うん、痩せたよって言ってほしいんだろうなと思います。多分その反対側を言うことによって否定してほしいというか、うんうん、そういう心理がありそうですね。小太りの子って大体よしこれ食べたら明日から頑張るっていうね愛くるしいですね。愛おしい愛おしい、本当に人間っぽいよね人間だものって思っちゃうよねあとはヘイカール、はい、ありがとうございます。川村さんが今年は体を動かそうと思ったそばから失敗したこと、はい、それは新年早々新しいゲームを買ってしまい、結局ゲームをして過ごしてしまいそうになっていて体を動かせないと思っているのではないでしょうか、うん、新しいゲームは買ってないです。引き続き集まれ動物の森に一人で集まってます。うん、なるほどね、はい、もうどんだけ喋ってもリスナーはついてこないって言ってね
その話で盛り上がった試しはないですよね。本当に一人でいいですこれは。ゲームなんで。でも知らん顔して実は中根もやっているって。で2人ともオンラインではないってことです。そうです、いつかね、いつか集まれたらいいんですけど中根さんと。絶対集まらない動物ともいるんだよね。あとは副受走。はい、ありがとうございます。川村さんが体を動かそうと思ったのにできないわけがある。それは足の指が巻き爪になった。おお、今年からですか。ちょっと怖いですね、うん、そうなったらね。もともとちょっと小指は巻いてるんですよ、私。あ、うん、でも爪がほんと小指の爪に関してはちょっとしかなくて。ああ、わかるわかるわかる。いつか普通に爪を切ってる段階で爪ごとなくなりそうな気がする。わかる、すごいわかる。だんだんちっちゃくなってきます、うん、あと足の親指の側がどんどんこう内向きになってきて、それを防御しようと思ってちょっと深爪をするとどんどん深爪率が増してきてどんどん痛いよね。ああ、そうですね、うん、うんうん、そうかもしれない。いつか血が出るかもしれないですね。小指の足の爪って本当ちょっとしかない。ないです、ないです。大丈夫かなっていう、うん、これ痛くないかな、ここ切ってって思う。岩場についてるなんかよくわかんない貝殻みたいな、モリ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 ってこう何個かが寄り添い合って一個の形を形成してるよね、はい、なんか親指、人差し指、中指、薬指っていうのは、うん、だいたい爪切るときにパチンパチン、まあ、パチン、うんうんうん、2個か3個、はいはい、2回か3回で終わるんですけど、うん、小指に関してもパチン1回で終わります。あ、俺はもう小指はなんかスカン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 ってなんかそぎ落としてくる、スカン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 って言って、もうヤスリでいいんじゃないかっていうレベルね。上にどんどん盛り上がってくる感じがあるよね。小指に関してはそうなんですよ。ちょっと小指別格扱い、ね、はい、なんか名前の分かんない貝殻みたいな感じになってるんだよね。最新の注意が必要です。マスコング、ありがとうございます。河村さんに起こった出来事、それは体を動かそうと決めて年内にネットで注文したものがよく見ると1月下旬お届けになっていてまだ届いていないので体を動かせない。はいはい、いやそれはありそうです、うんうん、確かに年末に買った服とかも2月下旬に到着とかありました、はい、うんうん、あるよね、冬物なのに、うん、あ、もう着られないじゃんっていうものはいくつかありましたね。俺も年末に自分のためにって思って買った靴ネットで、はい、韓国から届くことが分かって全然じゃんと思って全然と思って、まさかの国際買った後に1月下旬到着予定です。なんでって韓国って思った。今でも本当増えましたよね、うん、こう海外発送っていうのが。靴だぜ、ただのスニーカーおしゃれなもの多いですからね。すごいね。さあ村井、はい、一体なぜ体を動かそうと思ったのにできないということになったんでしょうか、はい、正解は、はい、その抱負を書くための手帳を買うのを忘れた、はい、うん、あ、手帳に書かなくてもできますよね。まあ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 、やると思えばできるんですけど、うんうん、でも私は毎年問題に偽りありですよ、ね、いやいや毎年私は自分の、はい、フェイクニュースですよね。いや、ニュースでもない。体を動かせない理由は何ですかっていうのに手帳に書けないからっていう答えはおかしいですよね。気持ちが乗らないと体は動かせないで、私は毎年どっかカレンダーとかに書けばいいじゃないですか。ちょっと体を動かす、カレンダーに書くとやっぱり人目につくじゃないですか。人来ねえじゃねえか家だから。そうですけど。出入り自由だろお前ん自分の手帳に1月のところに今年の抱負を毎年書いてたんですよ、はいはいはい、だけどなんか去年は新しい手帳を買うのを忘れていて、うん、年を越してしまい、うん、よし今年の抱負決めたって思って書こうと思ったんですけど、はい、手帳忘れてたわと思って、うん、書けなかったってことはもう今年も入って7日間経ちますけど、はい、まだ何も書いてないってことですか。何にも書いてないんです。買ってもいないってことですか。あの通販で買ったんですけど、はいはい、明日届きます。本当ですか。韓国から来るかもしれない、はい、1月下旬とか届くかもしれないです。多分国内発送だったと思います。じゃあ早く来ますか。早く来るはずなんですけど、まあ、韓国からかもしれない。それ届く前に体を動かしてもらっていいですか。ちょっとそれを取りに自分で行ってください。でも気持ち、体を動かすために。いや、気持ちが乗らない。書かないと気持ちが乗らない。気持ちが乗らないと体を動かせない。もう完璧に問題の出し方がおかしいんだよね。体を動かさないわけがあるんです。それは何でしょうか、はい、正解は、スケジュール帳がまだ届かないからって私の意味が分かんない。だから気持ちが入らない。絶対正解ゼロですよ。ほら、はい、うどうさんですゼロゼロって。うどうさんですと言ってないってしまさん。
残念ながら正解者いらっしゃいませんでした、はい、ので当然だと全ての方を対象とさせていただきます、はい、プレゼントは鎌狩物産から天人の虫をギフトセット3000円相当を今日はお一人の方にお送りします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。このコーナーは永遠の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。総裁、新型コロナウイルスの中で挑む今シーズンでもありますけども、はい、シーズン職員全員が抗体検査を受けて全員の陰性を確認してから広島カープ、万全を期したスタートを職員がしましたよというニュースが入ってますけども、はい、うん、今日もスポーツ紙、日刊スポーツもデリースポーツもそしてスポニチも野球のことなんですけど、スポーツ日本は、東京オリンピック開催危機っていうのを2面3面で特集で組んでて、はい、ね、なんかできればいいなとは思うけれど、うん、できないんだろうなと思うところもあって、はい、できないのであれば早めに決断を出さないと、なんか東京オリンピックをやるために今東京とかいろんな大変なことをされてんじゃないかなと思ったりとかするし、ちょっとみんなの思っているその温度とその東京オリンピックの温度が違うような気が徐々にしてきているので、はい、ね、なんかオリンピックありきでどんどんことを進めていくことの方が怖いよなと思ったりとか、あと何気に今小池百合子さんが言ってることが国民に言われてるような気がするんだけど、あれ東京都の人に言ってんだからねっていうところとかは、ああなんかああいったムードとかが野球とか地域のスポーツとかにも全部反映してきて、本来ならできるんじゃないかなと思うことができなくなってしまったりとか、なんかちょっとムード的にやらない方がいいんじゃないかなみたいなことが増えるんじゃないかなみたいな気もするので、はい、これから冬のスポーツで、何気に冬のスポーツって接触系が多いんだよね。サッカーだラグビーだとかみたいな含めて、はい、ちょっとぶつかり系のことが多かったりとかするので、ぜひ流れはそうではありますけども、できることはちゃんとやって、なんか頑張ったこととかが発表できるとか、最後涙を流せるっていう場所をちゃんと作ってあげてほしいなと思います。午前様通信。世の中の気になる出来事や流行、生活に密着した情報をお届けするこのコーナー、新年最初の午前様通信は華やかにそしてあでやかにお届けしたいということで、この方々にお越しいただきました。姉妹デュオメビウスのお二人です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、ね、まあ今年ね、最初で最後の出番になると思うんですけども、なんでこんな雪の中上がってきたのね。降りてきたか頑張ってね、上がってきただってあれでしょ、すごい 3,4 時間かかるかもしれないとかと思って準備してたんでしょ。そうです、もう5時ぐらいに起きて、うん、で7時出発の予定で、うん、3時間あれば着くだろうっていうことで、うん、いやもし出れなかったらって思ったら、うん、そのぐらい準備しとかないと、うん、本当大ごとになっちゃうので、うん、よかったね、前の日からホテルとか取られてそれも考えたんですよ、うんうん、だけどまあ天気予報見ながら、まあ、3時間あればっていうところまで落として見てくださるで、どんな正月だったんですか今年は。正月はなんかじわじわ明けて、うん、ゆっくり今日を迎えたっていう感じですね、うんうんうん、いつもは3日から初舞台があったりとかしてるんですけど、はい、うん、今日が初のお仕事なので、はい、なんか今年はどんな一年になるんだろうって本当怖いですよ。語れることがないんですよねメビウスのお二人がのんびりしてる感じがまだ全然エンジンがかかってない、そうかからない、お正月っぽい感じどうなるんですか ね、 ね、 今年ね近所のおっちゃんが喋ってますみたいになってるの、ふわっとしてますね。でも2020年は、はい、まあ、コロナに振り回されたとは思うけど、そうですね、どんな年だったですか振り返ってみたら。振り返ってみたら、うん、やっぱりライブができないということで、はい、何かこう発信することを2人で探りながら、うんうん、YouTube を更新したりとか、はい、あと YouTube ライブだったりとかインスタライブとかをしてきたんですけど、うん、そういう ネットを通じたパフォーマンスっていうところを一生懸命やってきたんですけど、うん、まあ、そこを通じて新しいお客さんにも出会えたし、はい、まあ、結果良かったかなっていう、うんうん、新しい道をこう開き始めたかなとは思ってます、うん、でもやっぱり生で歌
たい、歌いたい、ねえ、やっぱなんか配信のライブとか見たりとかすると、うん、逆に会いたいよなとか、うん、距離を逆に感じちゃったりとか、そう、ね、一生懸命歌っても誰も反応しないじゃないですか、うんうんうん、顔見えないし、うん、まあ、コメント後から見たら、あ、盛り上がってくれてたんでよかったと思うんですけど、やっぱり共感、こうお互いその空間だったりとか、うん、生の音を一緒に楽しむことができないんで、やっぱ寂しいですよね。ありがとうって言ってもシーンって、そうだよね、うん、確かに話しかけると自分がやばい、そうそうそう、テンパっちゃう、テンパっちゃう、そう、なんか一人で絡まって、うん、どうしてもそういう空気にはなりますよ ね、 ね、で二人がね、いろんな情報とか出してくるんだけど、うん、なんかわかんないけど今倉庫を改造してスタジオを作っていますみたいなそうなんですか、 DIY 情報ばっかり前田ハウジングですかみたいな状況自ら、そうなんですよ、ちょっと今あの普通の自宅の部屋でやってるので、それをもう少し広く使えるように、うん、使ってないあのプレハブがあるので、うん、そこに鏡貼ったりとかスピーカー入れたりとか、もうすぐライブができるような環境を作ろうかなと思って、DIY を私の旦那さんが始めたって、この後にすぐ前田ハウジングがあるから前田ハウジングに聞けばいいよ確かにその辺りの、うん、お願い指紋点があれば多分ね、持ちは持ち屋だと思う、旦那とは違うと思うよ、雑誌に載ってるような多分リフォームがされると思う、確かに今隙間だらけで防音がちょっと怪しくなってきたあとさ、今年の3月に、はいはい、デビュー14年目を迎えるんですねとかって、あ、これ13年目もう14年なんだねって言ったら妹が、いえ13年です、ね、雑すぎんだよね情報がね、だいたい数を数えるのがとっても苦手なんですよ二人とね、結成何年ですかって言ったらずっと15年って言われる更新されることが、だいたい15年って言って、うん、はい、それぐらいかなみたいな向こうがへーって言ってくれる数字を言ってみようみたいなだって言ってもみんな多分覚えてないしなんとなくでいいかなと思ってでも今日はこの後11時台に新曲の披露、はい、はい、そうです。これいつ作って、これ初出しみたいになるの、生で歌う、あ、今日初めて、初めてです、初出しになるの、初出しです、ありがとうございます。でも YouTube では流したんですけど、おーおー、生で歌うのは初めて。いや、意外とここで試すよね。そうなんですよ。だから、もう昨日の夜から寝れなくって、うん、普通にこう、ライブとかで公開するのは緊張してないんですけど、うん、この間の木原健太くんのラジオを聞いてたんですけど、うんうん、結構前です。なんか、2小節ぐらい歌ったら、2人のね、肩がクスクスクス笑って、健太くん歌えなくなって、そのまま終わるっていう。はい、終わりました。バイバイバイキン。そうですね、ほぼ自分がバイキン扱いされたっていうバイバイバイキン事件っていうのは、やっぱりこの番組はやばいと思って怖いよね、そう思うとすごいドキドキしちゃってすみませんだってカメレオンナの時もここで初めてやったんじゃないか、はい、そうだったかもしれない、生演奏、前回も花を歌わせて、はい、そうだね、うんうん、そうですよね、いやちょっとよそでやってから来てもらっていいですかということで、楽しみです、はい、メビウス今年初ゲストということで、はい、生歌披露11でありますけども、はい、初出しの新曲を生でということなので、はい、じゃあこの後もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、この時間は広島県内で2万6000件以上のお宅のリフォームを手掛けられています前田ハウジングの前田正富社長にスタジオにお越しいただいています。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。今あの DIY 自分でやってスタジオ作ろうとしてたミュージシャンがいましたけど、はい、あれできますよね前田ハウジングね。大丈夫ですただ聞きましたらなんか隙間風があるということで、まあ、今は時期的に隙間風もいいかもしれないなと思いました。換気ができて、換気ができて、なるほどプロの目線です ね、 そうだね。センスもあのあるミュージシャンの自宅を少しあの DIY でさせてもらいました、うん、防音で、えーえー、今増えてるかもしれませんのでよろしくお願いします。そうですね、はい、だからいろんなのに対応できるってことだと思うんですけど、はい、今日はどんなご案内になるんでしょうか。あの今日午前様様、さあラジオからの登場、今日は林美優ですけども、どこにいるでしょうか。林さん、はい、今ラジオカーは福山市角郷町2号線沿いに来ています。はい、
今私はですね、1月9日土曜日にグランドオープンを目の前に控えたジープ福山とフィアットアバルト福山のデュアルショールームにお邪魔しているんです。はいはい。いや、先ほど2つのショールームの展示車両を拝見してきたんですけども、キュートなフィアット500からワイルドなジープラングラーまでもいろんな新車が取り揃えられていて、私興奮していますよ。はい。さあ、お話をお聞きするのはワールドモータースグループ株式会社福山支店営業部の前田さんです。前田さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。お願いします。前田さん、以前こちらはフィアットアバルト福山単独店舗でしたよね。そうなんです。ショールームが15年以上経過し手狭になってきましたので、解体後敷地を大幅に拡張してフィアットアバルト福山に関してはリニューアルオープンということになります。これにビンゴ地区でも強い人気を誇りますジープショールームを併設するという計画が決定し、2020年を建設期間としやっと皆様にご来場いただける段階となりました。はい。となるとこのお店は広島市西区南観音にあるジープ広島西とは姉妹店になるということですか？はい、そうです。ビンゴ地区の方もこれまではジープ広島西店までお越しいただいておりましたが、うん、これからはこちらのショールームで全く同様のサービスを漏れなく提供させていただくことが可能となります。いやー、ということはですよ、ショールームだけでなくてサービス体制もバッチリということですよね。はい。ジープ正規ディーラーとして専用工場、専任のサービススタッフ、純正機材を取り揃えて万全のアフターフォローをお約束いたします。ワクワクしますよ。いや、ところで女性でもこのワイルドなジープを運転するのって大丈夫なんですか？もちろんです。その質問をお待ちしておりました。はい。以前ジープは男性が運転するものというイメージがありましたが、最近はいろんなバリエーションの車種を取り揃えております。はい。中でもレネゲードという車が今多くの女性ユーザーを獲得しています。はい。いや、あの車ですよね。これこれ、ジープなのにコンパクトでおしゃれですよね。はい、コンパクトでおしゃれですけど立派なジープなんです。うん、力強い四輪駆動でどんな道でもバンバン走りますよ。うん、もう男性に頼る必要はありません。いや、もう前田さん、それ私に言われてます？いやいや、そういう車があるということをお伝えしたくて。はい。しかもレネゲードは今 4xE というプラグインハイブリッド車も追加され、ますます注目度が上がっています。はい、なるほど。もちろんジープショールームだけでなくてフィアットアバルトのショールームも必見ですよね。さあ、前田さん、1月9日、10日、11日のグランドオープニングフェアは特別低金利キャンペーンもあるというふうにお聞きしたんですけど。はい。ご来場ご成約記念品はもちろんのことですが、うん、ご商談に最もポイントとなる低金利キャンペーンなどお店にご来場の上でスタッフにお確かめいただければと思います。いや、嬉しいことがたくさんあるんですね。さて、オープン時間は朝10時から夜6時半までということでしたね。はい、そうです。皆様のご来場をスタッフ一同元気にお待ちしております。はい、前田さん、いろいろとお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日は福山市角郷町2号線沿いに1月9日にグランドオープンするジープ福山、フィアットアバルト福山からお届けしました。こちらからは以上です。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ジープ福山、フィアットアバルト、うん、福山、いいね、かっこいいもんね。そうですね。林からね、横山さん、河村さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年の抱負ですけども、はい、去年はちくわばかり吹いていて気づかなかったのですが、私ちくわ奏者ではなくフルート奏者でした。今年こそは舞台の上でフルートの演奏を皆さんに披露できればと思います。ミュージックソンも飛んだからね。そうですね。みんなミュージックソンで飛ばされてる。確かに。ラジオカー林美優でした。今ね、はい、広島市中区元町だけが猛烈な吹雪になって、そう、もう雪が横殴りに降ってますね。うん、宮島はすごい穏やか。はい。あと広島空港のある本郷もすごい穏やか。はい。広島市中区元町、はい、だから原爆ドームがあるところ、はい、あたりだけが今猛烈な吹雪になってるので、局地的にいろんなことが考えられるので、今日は冬用タイヤなどしっかりしてくださいね。ニュースです。午前
まさま。まあ寒いね。ああそうですか、うん、まあ、これだけ雪が降ってるとね。ねえ、だけど、あ、広島空港も降り出したね。うん、はい、確かにちょっと白くなりましたね、うん、広島空港もね。向こう宮島はまだ穏やか。はい、だからほんと地域地域とかでちょっとぐわっと降りますよとか、うん、あとハンドルを握られる方ちょっと前が見えにくいですよみたいなこともあると思うので、はい、今日はあの警戒をしながら、はい、あとはね、あの交通情報とかでもあったけど冬用のタイヤ規制が出てるとことか、うん、たくさんあったりとか、はい、あとあの雪道とか滑りそうなところに慣れてない方、はい、俺らみたいな宮崎生まれのさ、うん、南国の人間とか怖いんだよ。はいはい、そうですね、普段慣れてない人たちが ね、はい、一番危ないというか。そうなので、うん、ちょっとあの行ってみようかじゃなくて、いやちょっと勇気がないとか自信がないと思ったらちょっと控えるとか、はい、はい、そういうのを心がけていただかないと大変なことになるかもしれないので、はい、ぜひぜひあの今日ね猛烈な寒波が来ていたりとかするので、うん、ハンドル握られる方とかしっかりと気をつけていただければなと思います、はい、ただ寒い今日一日ではありますけども、ええ、寝る時ぐらいはぬくぬくと穏やかにということで、はい、今日はこの方が素敵な商品を皆さんに紹介してくださることになってますね。呼んでみましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの方です。ババさん、タイムリーでしょ。はい、素晴らしい。めっちゃあったかいお布団のご紹介ですよ。はい、はい、ね、あのモリリンさんのエクセル羽毛掛け布団、はい、いわゆる四つ星品質のコーヒー室高品質な羽毛掛け布団なんですよ。コーヒーの品質ですか？コーヒーじゃないです。高品質な羽毛掛け布団のご案内なんですよ。あ、なるほど、はい、コーヒー豆入ってるのかな。コーヒー豆は入ってないですよ。入ってるのは、うん、ダックですね。なるほどね、ほぼトリット分ほぼダックですね。そうですそうです。あの今回ですね、はい、もう1月に差し掛かりましたんで、うん、1月になったらですね冬物はバーゲンですよ、はい、ね、巷でも30%オフ、50%オフ、赤い札を見ると心が躍るじゃないですか、うんうん、それと同じことを今日ジャパネットも行います、はい、昨シーズンお手になさった方はね本当申し訳ないんですけれども、1月になりましたんで、うん、お安くさせていただこうと。なるほどなるほど、こういう企画でございます、はいはい、じゃあ何が品質高いのかなんですけれども、うん、中に詰め込まれた羽毛なんですよ、はい、これがフランス産でございます。あ、素晴らしい、フランス、あ、フランス、オフランス、それだけでもちょっとあーと思うですよね。オフランス 100% ですよ、うん、ダウンが 85% フェザーが 15%、はい、ちょうどいいバランスで入ったオフランス 100% の羽毛掛け布団なんですよ、うん、だから四つ星品質をいただいております、はい、ね、しかもさすがモリリンさん、これメーカーさんの自信の表れ、メーカー保証っていうのは3年つけてるんですよ。おいおいおい、これすごくないですか。すごいよね。そうね、なんかまずもって布団に保証があるってあんま思ってないんだよね。そう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 、ね、いやただお安い布団ってね何が起こるかっていうと、うん、途中で糸がほつれてきちゃって、はい、羽毛があっちこちねぴょこぴょこって出てくるようになるんですよ。あの安いダウンジャケット買った時、あ、そう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 、結構痛いんですよね。あの縫ったところからちょっとずつ出てきたりとかして、はい、出てくるでしょ、ポツポツ、ね、出てくる、そうなんで、そういったことがもし起こり始めたら、うん、もうモリリンさんさすがですよ、新品と交換しますからね、そういう保証をつける3年保証っていうことなんですよ、はい、すごくないですか。ね、すごいね、よっぽど自信があるんですね。そうなんです、うんうん、あのこれ細かく見ていくと、はい、あの出てこないようにですねパイピングも二重になってるんですね。おそうだから途中から出てくるっていう心配ありません、はい、であったかいなと感じるポイントがありまして、うん、これ襟丸加工といって、普通ほら皆さんの顎のあたりに来るところって上の生地と下の生地が縫い合わさってるわけですよ、うん、縫い目がね顎のところにチクチク当たるっていうものが多いんですね。おうおうおう、ところがモリリンさん襟のところはふわーっと丸くなってます、はい、そうだから顎のところギリギリまで羽毛が覆いかぶさるようにできてるんですよ。なるほどね、こういった細かいところってね、うん、お店に並んでるだけだったらなかなか気づかないわけなんですよね。言ってくんないと分かんないんだよ。そうなんですよ、そういったところまでちゃんとババネットだからご紹介をするわけですよ。それはなんかちょっと待って、モリリンがすごいじゃなくってそれを紹介して、うん、そう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 、自分がすごい的なことに今なってるよね。え、そうですよ、あ、ジャパネットでもなくババさんがすごい。え、そうですそうです、うんうんうん、え、ここちゃんと皆さん大事なポイントって、俺個人がすごいみたいな今話をちょっと待ってもっと持ち上げてよねみたいな雰囲気になってますよね。そう、いやだって昨日僕の放送が終わった後にケチョンケチョンに言ってたからそこはちゃんと取り返しておかないとと思って、ちゃんと情報がいったんだ。じゃあいったんじゃないです、ちゃんと聞いてますから僕は自分自身でね、
最初から最後まで聞いてるわけですからやばいな、聞き逃しませんよ。そう、この時間に文句言っても絶対聞いてないから大丈夫と思ったんだよねちゃんと聞いてますから、はいはい、こういった細かいところもちゃんとご説明して皆さんにご納得いただいて買っていただくっていうのが我々のポリシーですからね。なるほどなるほど。さあ、なのでお値段なんですよはい、はい、だって四つ星品質でモリリンが作ってるってなったらね、うん、一流の羽毛布団ですよ、はい、それをですねいくらでご紹介してるかと言いますと17,800円と年末まではご紹介しておりました、うん、ただもう1月になりましたんで、はい、行きましょう。2000円引きさせていただいて売り尽くし特価15,800円でございます。なるほど、いい感じでしょ。だからもう去年買った人はキーってなってるわけじゃないやめて。ただその期間もねあったかくお過ごしいただいたわけですから、はい、十分元は取ってると思いますよ、うん、15,800 円いいものが安くなったタイミングで長く使えるお布団を買ってくださいっていうことやなんです。これシングルだけなんですか。いや、これねシングルサイズ以外にもセミダブル、うん、ダブルサイズありまして、はい、セミダブルは5000アップ28,000円です。ほう、これも2000引きになってます、はいはい、ダブルサイズも2000引きの25,800円になってます、うん、だからお安くなったらね、うん、家族全員分皆さん揃えてください、はいね、そして長く使えます。いいものはだから3年保証もついてますし、うん、4年5年使っていただいても間違いのないものですので、はい、ぜひぜひお安くなったこのタイミングでお早めのフリーダイヤル0120-441-555番0120-441-555番まで RCC 聞きましたとお電話ください。お待ちしております。ばばちゃんいつもだったら、ええ、だいたい商品の紹介が9分、うん、11時9分とかです、ね、多い時は10分ぐらいなんですよ。今7分で終わってるんですけど7分です、ね、言うことあんまなかったって感じです。そんなことないですよ今日だってね降ってくるのも早かったもん。1分だけ1分だけ早かったよね。そう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 、うん、だからちょっと早めに終わった方がいいのかなと。今日この後なんかあんのかなと思って。全然何もないですよ。全然気をつかなくていいの。あ、全然ないですよ。ちょっと韓流ドラマの話をするかYouTube の話をするかどっちかなんですけど。なんでそのモリリンの話をもっと盛り上げようっていうふうに思わずに自分の話をしようとするあれ、もうモリリンの紹介はもう十分ここに熱を込めて5分間で喋りましたから。あ、そう、もうこれで全然大丈夫です。最近韓流ドラマ見てんの。韓流ドラマ見てますよ相変わらず。あ、そうだ、何か面白いの。いや、もうね、うん、あの空に降る1億の星、うん、これぜひ皆さん見てくださいそういうタイトルの。もうね、空に降る1億の星、実はこれ日本でもドラマになった名作なんですよ、うん、これが韓国版で再現されてるんですけど、韓国の方がね、うん、心をえぐる、うん、もう毎回見終わるたびに、うん、あーってちょっとなるんだけど、うん、でもじゃあ自分は幸せだなって逆に感じるんですよ、はいはいはい、それぐらいのドラマ、心をえぐるドラマ空に降る1億の星、名作でございますがおすすめなんだ。え、ポニーキャニオンでございます。あ、そうあらら、そこがもう本当に回し物みたいになってますよ、ね、なんか分かんないけど、ちょっと待って、いっぱい洋服とかにワッペンとかついてんじゃないなんかもういろんなスポンサーついてんじゃないの。違います、違います。あれだったね、愛の不時着の2人が付き合ってたって、ね、いや、そう、そうですね、衝撃的なニュースでしたね。いや本当に、いやでもなんか夢があるよね、うんうんうん、だってベストカップルだったもの。いや本当にそう、お似合いだと思ってます。俺もう一人のあっち側の女優さんの方が好きだったな。あ、そうです、言ってましたもんね、なんとか無理だって言ったの、うん、そうそうそう、あのものすごいつけるの喋る子。いや、あのね、ツンとしてるように見えるけどもう普段はめっちゃ明るい子なんですよ。あ、そう、YouTube とかそうですよね。そう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 、めっちゃ明るい子でね、うん、こんな女の子いたら付き合いたいなって思いますよね。俺あっち側が好き、あっち側が好き。あ、そうですか、うん、でもあの川村ちゃんが今ハマっている、はい、キム秘書は一体なぜ。あ、そうなんですよ、の、はい、あのパクミニョンちゃんって言うんですけど、はい、ミニョンちゃんも超可愛いですよ。いや本当そう、みんなでも、あの韓流スターの人たちって、うん、美しくって可愛いよね。美しい、両方兼ね備えてるよね、はい、本当にそうです。もうだから画面見てるだけで幸せな気分になりますもんね。ばあちゃんもうやめてもらっていいですか。あ、いいですか。もうこの辺りでいいですか。もう全然大丈夫。いいですか。あ、10分なりますか。あ、そうですか。じゃあ今んとこ、あのおすすめなのはモリリンのそうそうこの布団とエクセル羽毛掛け布団と韓流ドラマの1億の空に降る1億の星、はい、これすす、ね、絶対皆さん見てください、はい、あとはキム秘書は一体なぜもおすすめです。ペット里親会だと、ね、ペット里親会も YouTube チェックお願いいたします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ほとんどいらない情報じゃない話題満載、はい、ということで、
寒い夜ですけども、はいはい、今年1月になってからね2000匹となってて15,800円、はい、売り尽くしということらしいので、うん、ぜひぜひ気になる方は、ババちゃんの情報を聞いて連絡しましたと言って電話していただければと思います。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネットジャパネット夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマについてリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週のテーマは2021今年の抱負です。はい、ラジオネームティッシュさんです。今年の抱負の一つですが、財布を小さくしようと思っています。はい、今後マイナンバーカードに健康保険証や運転免許証が紐付けされるとのニュースを見ました。うん、またキャッシュレス決済も進みつつあるので、はい、持ち歩くカード類が減りそうです。うん、そうだね。だけどやっぱ結局紙とかさ、カードとかだよね。安心しますもんね。なんか安心感が違う気がします。そうなんだよ。もう携帯をだってなくしたらもう何にもできなくなる怖さがあるよね。はい、私今日携帯を忘れたって思ったんですよ。はい、本当は忘れてなかったんですけど、うんうん、もうその瞬間になんかドキドキして、うん、どうしよう今日一日どうやって過ごそうって思って、うんうんうん、もうすっごく不安になりました。もうある意味ペースメーカーみたいになってるよね。うん、これがなかったらちょっと日常が遅れないぐらいの気持ちにさせられるもんね。はい、ちょっと依存してるかもって思っちゃいました。うんうん、猫飼いたいさんです。はい、今年は皆さんに孫の名前を考えてもらうというのが抱負です。お、我が家もいつかはと楽しみにしていました。やっと念願が叶いそうです。お、春に誕生予定、お、何卒よろしくお願いしますと。あ、春猫飼いたいさん、猫飼いたいの子供。はい、じゃあもう男とか女とか分かった段階で行こうぜ。でも本当にその名前をつけてもらおうぜ今まではなんかこうニックネーム的なことじゃん。はい、アデコちゃんとか、アデコとかラジオ、うん、あとペルセウス、ペルセウスとかいたね。ペルセウス君とかいましたね。いっぱいいた。ペルセウス座流星群の時ですけどね。うんうん、今まで本当にたくさんのいた、はい、すごいいた。ええ、本当のつけようぜ、ちゃんとしたの。はい、っていうのが私たちの抱負ですね。じゃあ、うんうん、そうだね。アンサーソング。でもそれをなんかしょわれても嫌だっていう思いもあるよね。どっちだ。あの時につけられた子ですけどって言われて大きくなって来られても。責任は取れないよね。なるべく立派に育ってほしいなと思いますけどどういうふうに育つか俺たちのせいじゃないよっていうことだけは言いたいよね。何ですかね、春に誕生予定の、うん、性別がねまた気になりますけどね。そうだね。うん、でも男の子とか女の子とか関係ない名前とかもつけられるからね。うん、よくあるじゃん、たまきちゃんとかさ、はい、が男でも女でも OK だったりとか、ね、光光くんとか、うんうん、光くんとかもそうだったりとか、はい、あるもんね、かずみくんとかかずみさんとか、はい、あるもんね、うん、どっちでもいいやつ、うん、どっちでもいいやつを考えようぜじゃ、うん、早速もう生まれる前からお腹の中から候補どっちでもいい。うん、川村彩奈って、はい、どんな親の願いがあったの？まず、あやなのなっていうのは奈良のななんですけど、うん、これはお母さんの名前から一字もらってます。おうおうおう、それで、あやなのあやっていうのは、うん、多分、あや織物とかがちょっと優しいこうイメージ、おうおう、織物なので、はい、あるので、その漢字を含めてあやなだそうです。織物なのお前。あや織物のイメージ。織物なんだ。あや織物。布です。布です。いったもめみたいな。いた私、布です。布です。ユージはどうなんですか？ユージは雄大な子。ああ。に育ってほしいって。2は、はい、姉ちゃんの次に生まれたから2なんだって。なるほど。うん、シンプルでもあり願いこもってますね。そう。だから俺は本当すごい嫌で、その数字の2が入ってきちゃう。はい。志が低いよ、つって。なんで名前に2ってつけんだよ、つって。もう蓮舫だったら2番じゃダメなんですかとか絶対言われるんだからさその時はまだなかったじゃないですかその名言は何がいいですかね。うん、どっちでもいける。なんだろう、雪、あ、雪は中根さんだ。うん、雪が降ってくる雑考え方がすごい雑ダメダメですか、うん、なんですかね。寒いって書いてカンって言うじゃんそれ寒いからですよ、ね。寒いから。きっと。じゃあ七草がゆで。はい。七。七。草。草。
横山草ですか。どんな名前だよ。ね、本当になかなかね思いつかない。あとね、中一の孫娘っていう人からね。はい。横山のお兄さん、彩菜のお姉さん、おはようございます。おはようございます。体調不良で昼近くに学校に行くことがあるとき、はい、はいはい、祖父と一緒に聞いています。ああ、ありがとうございます。私は今年の目標は、うん、生徒会の副会長に立候補することです。お。では行ってきますって。なんで副会長なんだろうね。会長やなのかな。だから2番じゃダメなんですかってことなんじゃない。会長はやりたくないですね、副会長責任は負いたくないだ、菅さん的なことですよ。責任は負いたくないってこと。絶妙なんですよね、これ副会長って、副会長が一番大変な組織と、うん、副会長って全然やることない組織と、うん、それぞれありますよ。俺今ね、太田さんの芸人人号っていう本を読み終わって、はい、次橋本徹さんが書いた実行力っていう本を読んでるの、はい、だ時にそのトップに立つってことはどういうことかみたいなのが、いわゆる帝王学みたいなの書いてるんだけど、うん、もう絶対にイエスマンを揃えちゃダメだっつって、もう文句ばっかり言うやつをその部下に従えて、その代わり意見を散々言えっつって、はい、で戦わせようっつって、で戦わせた後にでも決まったことはお互いにやろうっていうルールさえつけとけば、イエスマンばっかだったらみんなが言うこと聞くから、うん、何にも発展的なことがないんだけど、文句ばっかり言うやつがいたりとかすると、これを実現しようと思った時にそのほころびが見えるっつって、はい、でそれを修正して、ここ修正したからいいよねっていうことにして、で議会通して、通ったんだから絶対やんなきゃいけないんだよ、反対だけどやるんだよって言って、そういう人事をやってきたって書いてあったから、うん、なるほど、あ確かにねとか思ったよ。そうですね、うん、だからこういう反対問題点が見える方が、うん、実際にやっていく上でもスムーズできますもん ね、これ言われてたもんねとか言って、そう会社でさ、はい、トップの人が今ほらなんか窓を背にしてみんな座ってるじゃん、みんなの会社で今こっそりラジオ聞いてるやついっぱいあるじゃん、見てごらんオタクのトップバカでしょイエスマンばっかり従えてバカでしょ。ね、見てごらん、ちょっとまたほらバカ話してるよそういうね、そういうぐらいの気持ち でもね、思うの、はい、そうやって本当うちの上司バカなんですよって俺も含めて思ってじゃあみんな、でもお前が入るぐらいのとこだからしょうがないんだよって思うのまあそのね、その客観性はもちろんそうだ、俺そう思ってるいつも、はい、ほんとバカなんだって思ってんだけど、でもね俺が入るぐらいの会社だからしょうがないんだよってそこは思っとかなきゃと思うの。取ってもらったもんなって、そうだ、もうだって俺を入れるんだもんそりゃ無理だわってすげえ思う。そうですね、でも中一の娘さんもね、もし副会長になれたら会長といろんな意見を戦わせて、そうそうそう、いい学校作りをね、だからもう会長が言うこと全部文句言う野党みたいになってて与党野党で、ね、戦わせてください。その代わり決まったことはもう反対でもやるんだよ、うん、そうですね、うん、そのぐらいの気持ちがないとね。いやでも今年生徒会長とか生徒副会長とかはやりがいあると思うよ。だっていろんなことができないできないできないってなる中に、やりましょうやりましょう、じゃあこの形はこの形はあの形はとかっていうアイデアをいっぱい出さなきゃいけないから、でそれを先生たちとかさね、いろんな仲間たちが、いやそれはできないこれはできないこれはできない、はい、なぜならばっていうことをお互い意見を戦わせながら建設的な、でしかも残したことはみんなの思い出になることだから絶対やりがいあると思う。そうですね、財産になると思います。はい、あとはね、福山の立ち広しから今年の目標、座ってトイレがしたいですっていう、うん、家のトイレを座ってするっていうことが目標なんですけど、これは家族から座ってしてほしいとの要望があったからなんです。はい、あでズボンを下ろさないといけないし、キレが悪くなるし時間もかかるし、何かプライドみたいなものもあったので立ってしておりましたが、やっぱり個人的には座ってやらなきゃいけないと今年思っているところです。男は立っておしっこをするのが当たり前と思っていたことをもう一度見直して、気づいたことは積極的に直したり変えていける一年にしようと思っていますって思う。大きな目標ですねそれは。そうだね、うん、まあ、立ってしなきゃいけないと思ったら大間違いなんだよね。まあそうですよね、うん、今まで自分が大切にしていたものもちょっと柔らかくしないといけないかもしれない。そう、だから凝り固まっちゃダメってことですよ。そういうことですね、そうしましょう、ね、じゃあ、はい、どうでもいいことだけど大変なことなんだよねだから立ってして、はい、漏れたらこぼしたらちゃんと拭くってことさせればいいでしょ。あ、む
しろ入る前より綺麗にして出れば、うん、そういうことですよね、はい、うん、だから立ってる座ってるってことじゃないんですよ、はい、おこぼれを拭くってそれさえすれば文句言われないです、言われないです、家族も文句言わないです、ね、それだったらむしろありがとうって言いたくなるような、うん、ね、もうお父さん入ったらもう必ず綺麗になるから、はい、そうです、うん、で多分結局自分が嫌になって、はい、そうやってするようになる、そういうこと、そういうこと、うん、だから甘えてんだよね、うん、もうなんなら脚立出して上から狙うぐらい、もうそのぐらいしてこぼしまくってやってやったよこらーで拭く拭いて外出てさぞかし滑稽な、トイレ掃除しといたよって言って出てくるみたいななんか最近お父さんトイレ長いんだよねって言われるようになり天井にかけてやったわとかって今週のテーマは2021年今年の抱負でお待ちしています。さあ、それでは午前様クイズのプレゼント当選者発表の時間です、はい、今週のテーマは2021今年の抱負から、うん、今日は木曜日ですので私川村が出題をさせていただきました、はい、私は2021年の抱負を3ヶ月ごとに考えてみようと今年は思いました、うん、それで、直近の3ヶ月ですが体を動かそうという目標にしました、はい、だがしかし新年早々ある失敗をしまして、うん、ああちょっと出鼻をくじかれちゃったなと思いました、はい、さてそれは一体どんな失敗でしょうというのが今日の問題です、うん、正解は今年の新しい手帳を買うのを忘れた、はい、何にも関係ないことだったんですけどね、まさかのちょっと、ね、いや書けなかったから、ミスリード、ミスリードね、全然ミスリードしてないです、うん、幅広く幅広く、釣られた人がいっぱいいますよ残念ながら、正解者いらっしゃいませんでした、ね、もちろんです今日は全ての方を対象とさせていただきました、はい、鎌狩り物産から天人の模試をギフトセット3000円相当を、うん、ラジオネームひらめ2号さんにお送りします。はい、おめでとうございます。そしておめでとうございます。日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香ルーミークリーン&リラックス、今日はラジオネーム白島ドームさんにお送りします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。フリージア大好きから、今日番組の中で横山さんが、お餅を長く持たせるために水の中につけとけばいい、はいはい、でもちょっとうんこの匂いがしますよっていう話をしましたけどもしましたね。私の大学生の時の田舎から来ていた寮の相部屋の人が蓋付きのバケツに水を入れてお餅をずっとつけていて、はあ、そのお餅を焼いて食べさせてもらったのですが、やっぱりちょっとうんちの匂いがしたのが嫌だったと思います。共感者がいるんですね、うんうん、いや絶対そうなんですよ。へでも美味しいどっちを取るかっていう話で、ね、あとバックトゥーザ父ちゃん、はい、福山でリラクゼーションの仕事をしているセラピストですけども、年が明けて1週間経ちましたけども、今年に入って今のところお客さんが今年に入って1名しか来ていません。コロナの影響は本当に辛いです。ただその中にも嬉しいことがあります。お客様がいらっしゃるときはリラクゼーション BGM を流すのですが、はい、それ以外は RCC が聞けるのです。あ、私は RCC のヘビーリスナーに今年はなれそうです。でもラジオを聞けているということはお客さんがいないということで、とほほでもあります。いやでもその中でも嬉しいって言っていただけて本当に嬉しいです、ね、私たちもね、はい、でもそんな方々に向けて、はい、今からちょっと心癒される曲を皆さんにお届けしようと思いまして、はい、さあここからは元町演芸場、ゲストはメビウスの二人です。イエーイ、よろしくお願いします。ということで、はい、ね、まだ全然エンジンのかからない今日がマミ&ノリエですけども、はい、無理やりちょっと上げてる感じ、はい、知ってた、そのお餅をずっと水につけたらうんこの匂いが、いや初耳でちょうどね、あの、うん、お供えしてるままのお餅があるんで今日やってみようかなと思って、まあ、あとさっきねノリエがねスタジオ入ってきてすぐに、あれなんですよ、男の人はね立っておしっこしないと前立腺が弱まるんですよむっちゃ詳しかったよね。やっぱ息子がいるんで、おうおうおう、やっぱり息子ね、その機能が弱ったら将来大変なことになると思って、はあ、うん、あのちゃんと立ってしなさいって家では言ってるんですよ。ほら散らしてもいいから、うん、立ちなさいって、立ちション用 の, あのちっちゃな子供用の便器も買いました。立ちション用川村さんあれですよね、お風呂で立ってたやんですよ、ね、うん、違う、ちょっと待ってください。川村シャワー浴びながら立ってするらしいですよね、っていうのをさっき横山さんが言ってません、言ってません、やっぱすごい全力で否定してたんです、すごいすっきりするんですって言ってましたね、言ってません、すごい、ここでまさかこんな刺されると思わなかったですけど、しないです、
座ってやった方がいいですよ、女の人は。違う、横山さんがそうなのって聞いてきたから、はい、いや、しないですよって、お手洗いに行ってからお風呂に入りますよねって話。めっちゃ頑張って否定されるって言ったら、マミが、いや、あれなんですよね、お風呂入った後にトイレ行きたくなったらちょっと損した気がしますよね。それは共感って言いました。大きい方ね、大きい方ね、とか、そうです、そうです、とかって言ったら。じゃあリハーサルしますしばらくだねって言うけども、何のしばらくだよ。忙しいコマーシャル中でしたよ ね, 展開ね。さあ今から、はい、今年の1月の10日に配信でリリースするっていう、はい、新曲あなたへ、はい、ですけど、はい、これどんな思いで作った曲なんですか。これはですね、はい、実はあの昨年の9月頃から、うん、祖父母はずっと入院してるんですけど、今面会ができない状態で家族誰も会えなくて、ずっと一人で病院でねこう戦ってるんですけど、うん、その時にこの曲を書いたんですよね、はい、で、まあ、病気だけじゃなくて今コロナで年末年始実家に帰れなかったりとか、うんね、家族に会えなかったりとかしてる状況の人ってたくさんいると思うので、はい、そんな人に聞いてもらいたいなっていう思いでこの10日にリリースします。俺だってまさに去年の今頃、はい、うちの母キヨ86歳が背骨骨折して入院してて、でもコロナで行けなくってみたいな状況だって、で退院したけどリハビリもできないのね、コロナのことがあって、一回外に出ちゃうと病院内に入れないって言って、だからやっぱいろんなことで皆さんがいろんな思いを抱えてんだよねとかって思うと、だからそんな皆さんに届く曲ってことですよね。はい、はい、で今から生で披露ですけど、初披露で、はい、はい、はい、頑張ります。たったままおしっこするのやめてくださいよ、ちょっとせっかくこういういい雰囲気に持っていった川村さんじゃないで大丈夫です。ちょっと待ってください、私ないです。女同士のなんか悪いことしまった空中戦さあということで、今年デビュー13年目を迎えるメビウスですけども、はいはいはい、今年の初生歌披露、はい、ドキドキです。ということで、今から聴いていただく曲は10日に配信のみでリリースする新曲ということなので、はい、では準備はよろしいでしょうか。はい、はい、ではリスナーの皆さんにお届けしましょう、あなたへです。
ありがとうございました。ありがとうございました。じゃああれかな、入院中のおばあちゃんは、はい、今これを聞いてるかもしれないのかな。いやちょっと聞ける状態じゃなくて、うん、意識もちょっと朦朧としているっていうのを電話越し、わかんないんだよね。そうなんですよ。で一応看護師さんも電話ができるように携帯を持たせてくれてるんですけど、うん、まあ、自分でかけることもできないし、うん、たまにこっちからかけるんですけど、うん、やっぱりかかってくることもないので、うん、はいはいはい、へえ、そうか、いつ会えるのかな。でもそういう人いっぱいいるんだろうね。いっぱいあるんですよ ね、 ね、会いたいけど会えないとか、うん、それこそ会いに来てほしいけど誰も会いに来てくれなくって孤独を抱えてしまってる人、実は向こうはすごい自分のことを思ってくれてるのねっていうのがわからないからね、伝える方法もなければ向こうの思いを受け取ることもできないっていう状況がの方って結構いると思うので、だけどその中でも自分が思ってるってことはきっと相手も思ってくれてるって思うしかないなって、それで耐えて、そうだね、日を待つしかないなって思ったので、あなたが泣くとき私も泣いているってことだよね、思いは友ですよってことだよね、そうですね、いいね、すばらくだにやめてください、新曲を今披露してくださったらすぐアレンジするのやめて、演歌でね、演歌がいいな、味がある。でもなかなか人前で披露する機会がない中で、はい、今日こうやって 新曲、しかもこういうこうゆったりした曲をスタジオで披露されるのってちょっと緊張したりとか、緊張します、もうライブの何倍も緊張しますね、ね、京都も寒いからすばれるよねみたいな、縛れるよし行くぞ、あれ歌詞なんだったっけそう、よし行くぞと思い出した。ケスビチの母から、今日はメビウスさんが出られるんですね。YouTube でメビウスさんが歌う広島弁バージョンの香水を見つけましたけど、ありがとうございます。嘘、はい、そうなんですよ。どんな感じで聞きたい。あと残り1分ちょいだよ。ちょっと聞きたい。夜中に、高いな。うん。夜中に、いきなりさ、間違えた。そのままじゃん、それそのままじゃん、東京弁だったよね、いきなりだったよね、1分半しかないよね、じゃそうよ、もうないよ、あと1分、あと1分よ、でも大丈夫です、あと1分で大丈夫です、ワン、ツー、でも見てや今のうちを、クズになったうちを、人を傷つけてまた泣かしても何も感じ取れんでさ、別にあんたを求めとらんけど、横におられると思い出す、あんたのドルチェ&ガッバーナのその香水のせいじゃろ。すごい、そっか、女性目線になってるんだ。そうなんですよ。なるほど、はい、今度これ覚えようって。確かに、それのドルチェ&ガッバーナ絶対ヨシさん入る。何でもなんだろう、鉄板で受けんだよね、ヨシさん瞬間に。確かに。ということで、はい、今日のゲスト、はい、生歌披露メビウスでした。ありがとうございました。